した意味はないけどね。紳士なメガネにハートキュン、ジェントルマンな帽子をかぶったなら良い子はおねんねだよお嬢ちゃん。はい、皆さんこんばんは、旅する花屋フローリスト進行と太田新平です。いやー、オープニングからすごいっすね。皆さんありがとうございます。開始 3,4 分なんですけど、まだね、29分の24名の方ありがとうございます。めちゃめちゃすごいね。やっぱり昨日から告知してたからかな。はい、ありがとうございます、来ていただいて。はい、で今日、また久しぶりにね、テーマトークやっていきたいなと思うんですけども、これね、前からやりたかったんですよね。自分にとって苦手な人ってどんな人ですかっていうね。どうしてもね、性格的に合わないだとか、まあ、そういった方ってやっぱね、いらっしゃるんですよね。僕もやっぱいるんですよ。なんかこう、なんていうんですかね、特別こう嫌いなわけじゃないんだけど、なんか合わないなっていう人とか、うん、この人すごいいい人なんだけど、なんかこういうとこだけなんかすごいイラッとするなとか、結構あるんですよね。はあ、まあ、もしよかったら皆さんご意見の方ね、入れていただければ助かります。そしてまた言いづらいことはね、 DM の方からも受け付けてますんで、ぜひね、匿名で、まあ、名前を載せてしまっても読まないようにしますので、ぜひぜひそちらの方からも DM もね、よろしくお願いいたします。ちょっとねセンシティブになりそうな感じなんでね、 DM の方が安心かなっていう気はします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではメッセージコメント読ませていただきます。すごい人数だ。みみさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ヤシのアロマとサントありがとう。そしてカロンセギルさんこんばんは、タピオカありがとうございます。でミュウさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ゴカゴイヤシのアロマあたり3連チャンありがとう。そしてダーコさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。トリプルすごいよね。でモミジさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。サスタバ3つありがとう。いいもの見たね、ダーコさんね。一時間こんばんは、ご加護ありがとう。そしてめぐみさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ご加護ありがとう。そしてひみつちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。嫁俺の嫁ありがとう、来てくれて。でみよさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。拍手ありがとう。そして配信お疲れ様でした。ね、てはるさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。コーヒーありがとうね。みんなすごいね、みんなさんね。
はい。そして、めぐみさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。エナジードリンクありがとうございます。旦那さん来たよ。ありがとう、ひみちゃん。仕事中だろうけど頑張って。無理しないようにね。はい。今井美樹さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。あ、ゾウさん、好き。ありがとう、ひみちゃん。で、トラスさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。そして、あーちゃん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。で、チョリスさん、ありがとうございます。ゾウさん、ありがとう。来てくれてありがとう。今井美樹さん、マクシャ、ありがとう。ひみさん、ただいま、ありがとう。ただいまってまだ仕事してるでしょ。やばいね。エリーさんだ。エリーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。拍手ありがとう。告知知らずに来たやつだ。あーちゃんお知らせね、してないって言ってたもんね。トリリスさん、かわいい、ありがとう。5個も、5個もすご。ありがとう。あるある。お疲れ様、報告ありがとうございます。あ、イクラさんだ。イクラさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。そしてトモさんも、こんばんは。来てくれてありがとうございます。いやー、すごい、皆さんありがとうございます。2週間ぶりぐらいかなね。で、最近またね、僕もちょっとラジオトークちょいちょいね、あの、いろんな人の枠行かせていただいてるんですけど、なんかみんな元気そうで、はい、安心しました。相変わらずね、盛り上がってますね、皆さんね、ありがとうございます。本当にいつ行ってもね、ほんと楽しい、みんな。待ってた、ありがとう、みっちゃん。嬉しいわ。いやいや、昨日もね、昨日もずっとカラオケやってたよね。あ、マロブルーさんだ。マロブルーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。で、あ、マーコさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。はい、今日は、テーマトークです。あなたにとって苦手な人ってどんなタイプですかっていうね。はい、まあ言動だったり行動だったりね、仕草だったり、まあいろいろあると思うんですけども、まあもしよかったらね、ご意見の方聞かせていただければ助かります。ピコピコに。ずっと待ってた、ありがとう。嬉しいね。と、で、今日からね、BGM 変えました。はい、BGM はラジオトークにもいるんですけども、佐藤秀幸さんのね、作曲してくれた曲をBGM で使わせていただいてます。はい。で、オープニングはね、皆さんご存知、はい、天才トラボルタさんのね、紳士の歌、僕のテーマソングですね、を毎回かけさせていただいてます。トラさん、いつもありがとうございます、本当に。はい、また今度生でね、オープニングお願いします。あ、クニオさん、クニオさんも来てくれた。ありがとう、クニオさん来てくれて。はい、で、今日はあなたの苦手な人ってどんなタイプっていうね、はい、テーマでやっていきます。そしてもうね、昨日から告知してたんですけども、昨日からね、もう DM がすごい来てるんですよね。本当ね、ありがとうございます。まあ、早速ね、まあ、いきなりコメントを入れたりするのね、ちょっと流れが分かんないのかもしれないんで、ちょっと DM の方からね、読ませていただきます。本当たくさんだよね、 DM ね。あ、そうね、秀幸さん、いい曲ね、めっちゃあるよね。そう、秀幸さんはね、YouTube もやってますね。はい。この間はね、他のアプリでも、イベントにもね、参加してて、実際、リアルのライブの方もね、結構活躍されてる方ですね。なんか最近すごい忙しそうですね。はい、ただ DM の方読ませていただきます。こんばんは、苦手なタイプは、下ネタしか言わない人です。他の話題ないのって思います。わかるね、わかるね。これね、まあ、なんていうの、流れでちょっと下ネタみたいな感じになっちゃうのはまあしょうがないのかなと思うんですけど、もう常に下ネタだけっていうのはね、ちょっとね、苦手な人は本当に嫌だもんね。すぐ枠出ちゃうよね、多分ね、配信とかでやってるとね。はい、次いきます。苦手なタイプ、利用価値のある人としか関わらない人、利用価値がないと思うと、急に冷たくなる人いますね。ね、お願いだけしてきてね、してくれなかったらもう離れていくみたいなね、そういうね、利害関係だけの、はい、ああ、直丸さん、あ、裏潜りしてたら乾杯ありがとう、見てなかった。うわ、直丸さん、ありがとう。こんばんは、来てくれて嬉しいわ、本当にね、え、内岐阜ですね。俺ちょうどお便り見てた。見たかった、見たかった。ご加護の後で、スケールダウンして申し訳ない。どうも皆さん、まずい、そんなことないよ、そんなことないよ。ありがとう、来てくれて。あ、来たよ、あーちゃん。鹿さん来たよ、鹿さんが。ねえ、あるでしょ、みんなね。そうそうそう。で、なんだっけ、収録でもね、告知で配信したんですけども、
やっぱりね、いい年になってくると誰も教えてくれないのね、自分の悪いところって。まあそうだよね、言いづらいよね。なんで、そういうのってもう自分で気づいていくしかないなと思うんですよ。なんで、まあみんなのね、その苦手なタイプの人のね、行動だったり仕草だったりね、発言だったり教えてもらえれば、ちょっと自分に照らし合わせてみて反省できるのかななんて思って、はい、それで今回このテーマやらせていただきました。はい、また次 お手紙ですね、お便りの方読ませていただきます。こんばんは、いつもテーマトーク楽しみにしています。こんばんは、ありがとうございます。苦手な人、いつも格好つけたい人、その人は話さなければまあまあかっこいいんですが、何かと、前髪触ったり優しさも、優しい俺ってかっこいいみたいなアピールし しているような浅い優しさしかなく、ただ目上の人なのでしょうがなく合わせてますが疲れます。わかりますね、これね、いつも格好つけてる人いますよね。あ、赤いしっぽさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はい、今日はテーマトークやってます。あなたの苦手な人ってどんな人っていうね、テーマでやらせていただいてます。うん、あ、リアルでもいいよ、全然リアルでもいいよ、いいよ全然。自分の今までの経験上でこういう人と合わないんだよねと思うような人がいたら、ぜひね、その人とのストーリーでもいいですしね、本当にその人が言う言葉とか、こういう言い方されたらイラッとするとか、そんなんでもいいですね、全然ね。太田さん、はいはいはい、苦手なのはすぐ銃を向ける野蛮な人間どもです。そうですね、生まさん、すぐ銃向けられるからね、もうね、トラウマになってますからね。あ、リスナー50人ありがとうございます。早いね、今日ね、すごいね、ね。開始12分13分ですね、ありがとうございます皆さん。銃知らないな、いや、あーちゃんのことだね、間違えたけど。あ、ギフトくれくれ苦手で、これ結構みんな言うよね。ギフトくれくれは配信やってる方のところはちょっと行きたくないなっていうのはよく言われてることですよね。あ、千とさんかな、千とさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。自分のことを棚に上げていろいろ言う人、わかる、いる、これ結構いる。わかるね。あ、なんか偉そうにさ、いやそれはさ、こうでさ、あーでしょみたいな。あ、なんか君ね、もうちょっとね、こうやってやった方がいいよ、いやお前やったことないでしょみたいなね。自分が経験ないのに言うやつね、います、います、います。嫌ですね、嫌ですね。あ、たくやさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。表向きは、愛想いい、気を使う必要ない人にはドライ。そうだね、そうだね。あ、でルナさん、こんばんは、来てくれてありがとう。銃向けてますけどね、ルナさんもね。人数えげつないね、本当に目飛び出してます。あ、ひびきさんだ、ひびきさん、お疲れ様です、来てくれてありがとうございます、こんばんは。はい、今日は、あなたの苦手な人ってどんな人っていうテーマで、やらせていただいてます。よかったらご意見聞かせていただければ助かります。もし言いづらいことはね、 DM の方から、匿名で送っていただければ代わりに読ませていただきますので、どうぞ DM の方もね、よろしくお願いいたします。なかなかね、こういう話ってさ、名前バレちゃうとなんかちょっとね、あいつ、あ、こういうこと言うやつなんだみたいに思われたら嫌だなとか思うでしょう。なんで DM からでもね、全然いいんでね。はい、残機足りないね、打たれてるからね。はい、じゃあまたお便りいきますね、結構来てるんで今日は。かっこつけたい人ね、言いましたね今ね。はい、次いきます。こんばんは。苦手な人は真面目な話してるのにやたらと茶化してくる人ですね。こっちは本気で考えているのに、いちいち笑い取ろうとしてくるので迷惑だった経験ありますね。いますね。僕も経験ありますね。こうなんか先輩とか上司にさ、真面目にさ、相談とかして、ね、こう考えとか意見とか求めて言ってるのに、なんかこう茶化してくる人とかいますよね。あれイラッとくるね、ほんとね。こっちは相談するのもどうしようか迷ってたぐらいなのに、話茶化されたらめっちゃ腹立つね、俺ね。経験ないのに言う人いる、いるよね、いるよね。まだ97といるの。そんなにいるの。シンシンは人気者、シンシンは人参者になってるけどね。旅する花宿物語。新しいね。シンシンは人参者。煮物系ですか。
あ、ケイカさんだ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。茶化す人わかるよね。わかるよね。こっちめっちゃ真剣なの、ちょっと空気読んでと思うよね。あ、でも、まあ、共通して言えるのは空気読めない人なのかもね。そうかもね。いるよね、ゆきさんね。うん、人参入っちゃってんだよ、いくらさん。そもそも存在がすでに茶化し系な僕はどうしたらいいですか。そうですね。もう転生するしかないかもしれないですね。そうですね。いや、本当皆さん今日もね、たくさんお便りありがとうございます。サクサクっといきますか、次。はい、次のお便り行かせていただきます。すぐにマイナス発言する人かな、こっちまで元気なくなる。はい、シンプルですね、これ。マイナス発言ね、マイナス発言する人、ちょっとね、今日すごいたくさん来てくれてるんで、アンケート取りますか。アンケート、マイナス発言、発言多い人だよね、多分ね、これね、発言多い人は、多い人は嫌い、はい、いいえ。これアンケート機能めちゃめちゃいいよね、これね。はい、潜って聞いてくださってる方、もしよかったら、ポチッとするだけでいいんでね、アンケートお答えいただけたら助かります。マイナス発言多い人は嫌い、はいかいいえか。僕ははいですね。こう何かとさ、相談されてこう勇気づけてあげようと思ってさ、いや大丈夫だよ、きっとこうやってやったら大丈夫、絶対うまくいくからやってみようよ、頑張ろうよって言っても、いやでもさ、でもこうなったらあだよね、ああだよね、こうだよねみたいになって、でもし失敗したらどうのこうの、いや大丈夫だよ頑張れよって言ってんのに、ひたすらいやでもさ自信ないしどうのこうのとかってずっとマイナスのこと言う人いますよね。あれ疲れちゃいますよね。どこまで読んだっけ。そう、転生ね。転生ね。それ昔の秘密は、そうなの。人が苦手ではないので、テーマからずれるのですが、地震とかコロナとか認知症という言葉を聞くのが苦手で、聞こえてきたときはさっと枠出てます。あー、なるほどね。あー、なんとなく気持ちわかるかも。うん、なんか、そうだね。起きてほしくないこととか、ちょっと、なんていうのかな、わかる、なんか答えれないし反応できないし、なんかちょっと聞きたくないっていう気持ちはわかるかも。はい、アンケート結果、マイナス発言多い人は嫌い、はいが 70% で、いいえが 30%。 やっぱ多いね、マイナス発言聞きたくない人はね。ごめん、やで、いや全然いいよ、言っちゃう、全然いいよ。マイナスの方向、度合いによるかな。あ、確かにね、度合いによるよね。でもいつもだったら嫌になるかな。いつもマイナスだったら嫌かな。ポジティブな発言を一切しない人はちょっと嫌いかな、俺ね。今ポジティブいいことだね。マイナスにマイナスをかけたらプラスになるから、同じネガティブ同士だと意外と波長合うとこありそうです。あ、確かに。あ、そうかもね、そうかもね。俺がめっちゃプラス思考だから、マイナス思考の人合わないのかもしれないよね。マイナスとマイナス、プラスとプラスだったら合うのかもね。マイナスとプラスの人もね。はあ、なるほどね。波長ね。思い出したように、角生やし。良好な関係の中での1回のボタンのかけ違いをずっと引きずってぐちぐち言うやつ、勝手な思い込みをするやつに多い。あー、なるほどね。小さいことをずっと引きずる人ね。でもいるよね、結構ね。そうだね。昔、あんまいい話じゃないですけど、昔その彼女と付き合ってて、まあ喧嘩になるじゃないですか。でさ、女性の方って結構覚えてるのね、いろんなことね。それで、あの時ああだった、こうやって言った、この時はこうやってこういうことしたでしょみたいなことを後から言われると、もう男性陣ちんぷんかんぷんよね。あれきついよね。あれきついよね。いつもは辛いよね、マイナス発言もね、やっぱね。いつもはね、秘密ちゃんでもさ、なんかマイナス発言っぽいこと言ってるけども、意外とポジティブなんだよな、なんかな、落ち込んだりしてなさそうなんだよね。いつも否定してくる人はだんだん避けていっちゃうかも。アイデアを、気持ちよく出させてほしい。わー、わかる、それも、みおさん。
わかる。めちゃくちゃ上で。わかるね。否定してくる人嫌だよね。そうだね。やたら金にうるさい。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。そういう人は嫌です。あのね、金じゃなくても何でも数字で言う人とかも嫌ですね。僕の先輩にもいるんですよ。何かとね、売り上げだ、利益だ、何が何パーセントとか言う人いるんですよ。なんか別にどうでもいいし聞きたくないんだけどみたいな。な感じですね。嫌ですね。自分ができない業務、責任者業務に口出してくるやつはさすがに腹立つ。書類の書き方もあんまりわからないくせに日付だとかに、口出ししてくるのは、細かでも君にはできない、させられない仕事と思ってる。わかるね。揚げ足取るのに近いよね、ほとんどね。粗探しとか揚げ足取るとかね、あれほんと無駄よね。日本の政治も一緒だよね。揚げ足取ったりさ、どうでもいいことに突っかかるとことかあるでしょ。いやいやいや、そのために国会ってあるもんじゃないからみたいな。ちゃんと内容濃い話してくださいみたいな思いますよね。確かにね。そう、秘密はね、落ち込んでないで。意外と。女性は割と思い出し、思い出し怒りが多い。そうなんだ。ちょっと、女性時そうなの、やっぱり。思い出して怒ること多いの。マイナス発言する人って大抵〇〇って本当うざいよねって、大体過去形、ああなるほどね、過去形だったりしますよね。ということは、嫌な記憶をわざわざ思い出して吐き出すってことじゃないですか、鈴く。なるほど。ということは思い出す行為にわざわざ時間を割いてネガティブな発言してストレス溜めてと負のサイクルなのかなって。ごめんなさい、まだ続きます。ああなるほどね。はい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 、確かに面白い捉え方。他の人のアイデアは、それ実現できるかなと思うことあるけど、いいねって言うようにしてます。あ、俺もそう思う、ミオさん。そう。これね、僕も一回怒られたことあるね。人の意見を、まずは聞けと。間違ってると思っても、まず、はいと聞けと。はいって聞いてから、だけど、ここはどうなんですかっていう感じで質問しないとダメって言われて、まずはその人の話をしっかり聞きなさい、その人を認めなさいって前ね怒られたことあります。はい、自分で言って忘れて笑ってる。いいですね、ひびちゃん幸せですね。金にうるさいの元旦那と思い出しましたね。悩み匂わせ苦手です。あー、はい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 、悩みをね聞いてほしいんだけども、なんかこうストレートに言うんじゃなくって、なんか探ってきてほしいな的な感じのね、はい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 、牽制してくる人ね、嫌ですね、嫌ですね。世の中人生それなどを諦めてる人。ちょっと待って、チトさんめっちゃ面白い。短く凝縮されててめっちゃ面白い。いいね、世の中人生それなどを諦めてる人。嫌ですね、嫌ですね。そうですね。あ、これは岩感さんっていうのかな、岩感さん、こんばんは、中継でありがとうございます。今日はテーマトークやってます。あなたの苦手な人ってどんな人ですかっていうテーマでやってますんで、もしよかったらコメント入れてくれたら助かります。言いづらいことは、DM の方からもね、お便りで、匿名で送れるんで、お便りで入れていただければ、代弁で読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。貯めてからまとめて言う人、否定はしません。いやまあね、いるね。会うたび服装チェック、悪いことばかりな友人は、疎遠にしたな。いる、赤石パさんいる、その人、そういう人いる。さ、久しぶりに会って、なんかもうつま先から頭のてっぺんまで舐め回してみて、なんかこう、ね、査定みたいなの勝手にしてる人とかいますよね。もうちょっとさりげなくできないかなと思いますね。さっきの続きね、生さんね。だから嫌なことを、起こって即座に、注意だったり、指摘だったりできなければ、わざわざ思い出さずに、流すことができたらみんな幸せですね。終わりました。成長ありがとうございました。うわ、そう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 。全部人の話って受け止めてちゃね、精神持たないですからね、皆さんね。受け流すって大事ね。聞き流すとかね。そうだね。で、起きたこととかも、やっぱりこう、生さんが言ってるように、こう、終わったことはもうしょうがないから、もう今日と明日のことを考えるっていうね。そういう考え方の方がなんか幸せなような気するよね。あ、感情から連鎖的に記憶が蘇るとかね。ああ、なるほどね。そういうことか。
感情がバーって高ぶった時にそういえば ああいうこともやったよなって、でそれを思い出してこう吐き出して言ってたら、あそういえばその前にああいうこともしたよなっていう感じの連鎖が起きるんだ。なるほど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 、はあ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 、どこやったっけ、人の話聞かないで、何するやつ、何するやつ、これ漢字読めない。なんだっけこれ。あ、匂わせね、嫌だよね。言うんだ、あ、そうだね。響さんもストレートタイプだもんね。どこ行った、そんなに匂い違う違う違う。鹿の匂いじゃないからね。うん。ですよね、そうだよね、ダークさんね。鹿肉の下処理がまだできてないから、匂いするかも、下処理ね。そんなことないよ。町の、自己謙遜好き。あー、なるほどね。そんなことないよの、なるほど、そんなことないよって言って、そんなことないよ町の自己謙遜が自分で好きな人ね。うん、謙遜、俺って謙遜すごいしてる人みたいな感じの人ね。なるほど、ね、みんな結構あるね。面白いね、これね。まだ生きてるから肉は新鮮。地味の匂いは多少好み、わかる。ヒクさん、俺もね、そんな嫌いじゃない。そんな嫌いじゃない。人の悪い部分しか見えてないやつ苦手。そうだね。いいとこ見てあげたいよね、やっぱりね。この悪いところはさ、誰でもあるよ。あー、ねえ。めちゃめちゃかっこいい人とかでも足臭いかもしんないじゃん、だって。それをいちいち探して見つけたってしょうがないから、ねえ、いいとこだけ見てあげた方がいいよね。人の服とかにダサいとか言ってくるやつ、いや、私は私が着たいのを着るの。それもわかるね。ファッションとかってね、やっぱり、まあ、流行り廃りはもちろんあるにしても、本人が着たいから着てんだから、それいちいち言われるのはちょっとね、うん、芋づる式分かる。やっぱりそうだった。で、そうなんだね。こう、怒りが連鎖してくるんだね。で、あの時、この時。ああ、延長ね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。あーちゃん、ありがとう。すっかり忘れてた。すっかり忘れてた。いやいや、30分で80分の48人の方、はい、今日もありがとうございます。たくさん来ていただいて、本当、ありがとうね、あーちゃん。さすが。ナイスですね。次どこまで行ったっけ、告発、鹿肉を、ラジオトークに広めたのは太田さんがツイートした鹿肉カレーの、いや違うのよ、ダーマさん違うのよ、鹿肉の話はしてたけど鹿肉カレーを勧めてくれたのはルナさんだからね、うん、鹿肉カレーは美味しいですよって言ったのはルナさんだから、で、ルナさんが鹿肉から美味しいっていうか、俺が、あ、じゃあそれはちょっとね、ナウマラさんとせっかく知り合いになったんだから、ちょっと鹿でも食っとくか、みたいな感じになって、鹿肉セットを買ったのよ。うん、そしてツイッターにあげたんだよね。そうそう。あーちゃん、ほんとありがとう、ありがとう。うん、そう、鹿肉美味しいんだよね、ほんとね。18番の福おはこの不幸話をしてくる人。3回も4回も同じ話されると嫌だわ、それは。あ、これもあるよね。ね、あるよね。あの、前にも聞いてる話を何回もする人いるよね。あの、記憶力がね。まあ、ちょっと年配の方はね、覚えてなくてそうなっちゃったりする人はいるのはわかるんですけども、どうしてもしたいんだろうね、その話をね、きっとね。いますね。俺だからね、あ、この人に多分この話したなって思う人に、あ、俺前も言ったかもしんないけどって絶対前置きつけるもんね。こうこうこうでっていう話はね。まあまあ不幸話自体はしないけど、3回も4回も話聞かれる。2回目までは許せるよね。あ、そうなんだって聞けるけど、3回来たらもうダメですね。アウトですね。うん。鹿肉カレー好きなんだ、とみこさんも。仲間、仲間。知り合うイコールク。まだ、だってね、せっかく鹿さんですからね。でね、ちょうどね、ルナさんとその話になってて、の最近の鹿肉は美味しいような話になって、そう、食してみました。太田さんのツイートのいいねと、リツイートがエグかった。みんな鹿肉に興味津々。そう、同じ話を、ひびちゃん。繰り返す人いるよね。うん。あ、そいつ10歳下なので若いので、ね。いや、それはな。あれだよね、要はさ、その千歳さんが言ってるのは、こう同情してもらいたい人だよね、その人きっとね。
ね、同情されたくないけどね、俺ね。まあされてね、まあちょっと話き、まあそうでしかコミュニケーション取れない人なのかもしれないですけどね、もしかしたらね。うちのお父さん毎回同じ話するよ、とりあえず聞いてるふりして、結末を当てて。まあね、あの年を重ねるとね、そういう時もあるよ。うん、2回目まで心が、そうそうそうなんだよね、そうなんだよね。不幸話しかしない人もいる。いるね、とめかいるね。明るい話聞きたいよね、できればね。そうそう、同情で気を引きたいみたい。ああ、そうでしょ、やっぱね。店員さんに、横暴な態度する人、やつだっけ。うん、わかる。あれね、いるよね、でもね、そういう人ね。あれさ、なんでなんだろうね、あれね。でも、あれ素なのかな、素で出ちゃうのかな。だからそういう人に対してさ、なんかお付き合いしたいとか思わないよね、そういう姿見たらね。さすがに若遊びに来るたびに銃向けられるのは毎回、愚痴ってもいいですよね。それはいいよ。いいよ、ナーマンさん。愚痴っても有り余るだけのネタになるから大丈夫。身内しかも年上はもう諦めつくけど、職場の後輩ともなると普通に、いやそうだね、後輩でそれ言われる、言ってくるとちょっと俺もきついかもね、ちょっとビチッと言っちゃうかも。あまりそういう話何回も人に言うもんじゃないよっていうね、何回も人にっていうか、それだけ何回も言ってるってことはいろんな人に言ってると思うから、ね、信用できる人に言うのは、まあ、分かる気はするけども、そうだね、あんま良くないよね。はい、ではちょっとお便りの方ね、たくさん来てますんでね、ちょっとね、いっぱい来てるからね、全部読めるかな。めっちゃ来てる。ちょっと待って、めっちゃ増えてます、めっちゃ増えてます、お手紙ね。ちょっと待ってね、どこまで読んだっけ。今日も拝聴させていただきます。苦手な人はずっと一人で喋ってる人かな。相槌やリアクションの間も与えないくらいで話すのに、聞いてるって言ってくる人や、リアクション求めてくる人、無理ですね、わかるね。いますね。ひたすら自分のペースで喋り続けて、もう相手が相づち打つタイミングも突っ込むタイミングもないぐらいずっと喋ってるのに、ね、聞いてる側からしたら、こいつの相づちしなくていいんだなと思ってほっといたら、ね、聞いてるとかって言われたらちょっとイラっとくるよね。いやいやいや、お前が間を作ってくれないからこっち反応できねえんだよみたいなね。分かる気する。若いからって車椅子乗ってると怒鳴ってくる、クソババアとたまに出会うけど、やつらうざいし私がキレそうになる、彼氏が察知して止められる。ああまあね、あるよね。ちょっとお便りね、たくさん来てるんで読ませていただきます。さほど親しくないのにコラボ以来、しかも配信や、ラジオトークに対する熱量が全く違う中、話題や質問も用意せず、相手任せだったりだらだらと LINE ツアーみたいな、素人もびっくりなコラボ。こちらはたくさんのリスナーさんを楽しませたい一心で毎日頑張ってるのに、早く降りたくて仕方がなかった。わかるわこれ、すげえわかる。そう、僕もこの方と一緒で、リスナーの方に喜んでもらいたいっていう配信なんだよね、一応ね。できてるかは別としてね、そういうマインドでやってるんだよ。だけどもう完全にただコラボで2人で喋りたいだけっていうね、人も中にはいて、その温度差を分かった上で上げてくれるんだったらいいんだけどね、それを分からないで、そのね、誤解されちゃうよね、なんか一生懸命やってる方がね。でこの人と仲いいのとか思われちゃうし、やっぱりこうある程度人間関係作ってからね、そのコラボとかはねした方がいいし、どういう配信をされてる方かっていうのもやっぱりね見なきゃダメだよね、ほんとね。身内ネタ。ライブでコメント止まった時のね、聞いてるはギリ許されますか。まあ許されるんじゃないかな。でも多分俺は言わないかもしれないね。そうだね、コラボで身内ネタきついね。
私は相槌ない人が苦手かな。だよねって聞いても無言にな、無言は困る。いや、わかる、経過さん。わかるわかる。俺もね、嫌い。さ、あれも、これもまあ人間の中いるよね、そういう人ね。相手が言ってるのに返事しない人っているよね。で、本当にさ、コラボとかでさ、コラボ、特にラジオトークね、ラジオトークの話すれば、ラジオトーク内でコラボするじゃないですか。で、2人だったらまだいいんですけど、3人とか4人とか上がるときあって、まあそういうときって僕、比較的引くんですけど、あんまり喋んないようにするんですけど、相槌だけはするんですよ。ああ、なるほど。あ、そうなんだ。あ、面白いとか、そういうなんか短いこうコメントだけでは反応するんですよね。でもその中で一切本当に何も反応しない人っていて、あれはね、正直ちょっときついよね。あ、ナマさんありがとうございます。あなたの周りに苦手な人いますか？自分がそうならないような、皆さんの学習の枠になれるよう盛り上げましょう。言いづらいことはお便りで OK です。ありがとうナマさん、いつもね本当にねピン止めさせていただきます。あ、フリーコラボとかでも枠主さんが引き止めたりせん限りは長くても、10分くらいで降りる癖はつけてほしい人、いらっしゃいます。あーね、これねやっぱ温度差あるよね。真剣にやっぱりさ配信をしようと思ってる人とね、名前もだってどうせ匿名だし、好き勝手やっていいでしょうみたいなね、普段のこうストレスを発散するかのような配信してる方もいらっしゃいますしね。お便りの送り方、太田さんのアイコン、番組名、質問を送るの順番にタップ、匿名希望の方は設定を忘れなく。ありがとう生さん、いつもありがとう。はい、またお便り読ませていただきます。男女関係なくパートナーの愚痴を毎回言う人、そのパートナーを選んだのはその人なので、本人の品位を下げてるだけに聞こえます。これそうだね。ね、こう彼氏とか彼女とかの文句を毎回言ってる人とかもよくいますよね。あ、でもそれって、いや、あなたその人と一緒にいるんだからあなたも一緒ですよっていう感じなんだよね。同類ですよって周りからは思うんだよね。本人はストレス解消のために言ってるのかもしれないけども、周りの受け取り方ってそういう風になっちゃうのかなと思いますよね。はい、ありがとうございます。お便り本当に皆さんたくさん、はい、たくさん、次いきます。単純に聞き取れない小さい声の人、相手に声を届ける意思がないと思います。話す気がなくなります。あとは、質問に対する返答ができず自分の意見を言ってくる人は、はいかいいえで聞いてる。あー、なるほどね。こう聞き取りづらい人は確かにいるよね。でも喋ってる側からすると、トーカー側からすると相手に伝わってるかどうかが大事でね。なんで声が小さいとか聞き取りづらいとか、まあこれリアルでも一緒ですけどね。たまに距離感バグってる方いらっしゃいますけどね。めちゃめちゃ距離が近いのに大声出して喋る人とか、逆にめちゃめちゃ離れてるのに小声で喋ってる人がいるけど、ね、たまにね。いや聞こえねえよと思うし、近いしでかいよっていう人もいるしね。あ、ちょっと待って、失礼しました。いますね、そういう方もね。はい、じゃあまたお便りの方サクッといきましょう。ちょっと待ってね。はい、こんばんは、こんばんは。ラジオトークでも空気読めないというか、枠主さんの声も聞こえてなかったりコメントが読めてるのかと思うほど自分の話したい内容をぶっ込んでくる人がいるやつ。わかるわかるわかる。トークテーマで話をしてて全く違う自分が話したいことをコメントしてくる人が本気で嫌いです。特に枠主とかコメントが一体化して盛り上がってるのに全く違うコメントを書いてくる。てめえのコメントのせいで盛り上がり止まるのよ。空気読め。なるほどね。まあね、まあ僕の枠はね、雑談も兼ねてるんで、どうしてもこうみんなに聞いてほしいということもあると思うんで、ただその時言う時にはやっぱりこう内容とちょっと違うんですけどとか、ちょっと個人的なお話させてもらってもいいですかの一言あると、まあちょっと緩和されるというかね、なるのかなと思いますよね。よく噛んでます。
まあ、噛むのはしょうがないよ。あの今日も昨日上げた収録俺も噛んでるから噛んでるけどまあいいやと思ってそのまま出しましたけど噛む噛むすげえ噛む俺リアルでは質問を質問で返してくる人も苦手だな、こっちが意見を聞きたくて、聞いてわかるね、うん、わかるねそれ多分ね質問して答えようと思うんだけど答えが見つからない時とかあの自分の知識が足りない時とか使う手だよねそれね。こここうなんですけどどう思いますかねって上司に聞いたら、うん、君はどう思うんだいみたいな感じの人いるよねいますね。あのそれはその人の知識不足であの教えてあげれないんだと思います多分ね。わかるねみちょね。いるよねいるよね。あいい、ちとさんの面白いんだよな、嫌いじゃなくて苦手という意味では、無理なく爽やかで何でもこなし周りからも人望熱い人、自分入れてくれてるんです。ちとさんわかるよわかるよその気持ちわかるよ。俺も声を大にしては言えないけどもうそういう時ある。どうしてもその人に何もかなわないのね。わかるわかる残念だけどわかる。ありがとう。ラジオトークではないですけど、昔フリーコラボ慣れてなくて、1人何分の設定忘れて、初見さんが2時間中1時間半ひたすら話すっていうことがあります。きついきついそれもきつい。はい皆さん本当にありがとうございます。お便りも全然まだまだあるんですけど、あ、頭さんこんばんは。来てくれてありがとうございます。ラジオ特の嫌われ者が通ります。皆さんお疲れ様です。羽屋の実はバイトです。いやいや、俺は頭さん大好きですからね。あ、リスナー100人突破ありがとうございます。今日たくさん来てるな。ありがとう、皆さん。片番がシャレにならない。あ、ヨシリンさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。枠主が頼んでないのにやたらコラボしてくる人、その人の話の中聞きたくない。わかる、ヨシリンさん、わかる。この間かな、その前かな、コラボについても話したことあるんですけど、アンケートを何回か取ったんですよ。で、コラボ好きですかっていうね、テーマで、内容でアンケート取ったんですけど、半分以上の方がやっぱコラボ嫌いって、答えてました意外とみんなコラボ嫌いなんだなと思って、僕もだからあんまりやんないようにしようかなと思って、はい。質問に質問返すな。それは許可をね、わかるよね。お口ミッフィーで潜ってるやつ。ミッフィーじゃなくていいんですよ、柏さん、全然。言い方きつい人ね、苦手ね、わかるね、それね。そうそう、叶わない感あるよね。もうどこをどこ取ってもね、ね、顔もいい、身長も高い、女性にもモテる。ね、何、おしゃれだし、みたいな。話もうまい、面白い、お酒も強い、うん、じゃあ俺は何のために生きてるんだってなるわかるなもうお手上げだよね、うん、言い方は方言とかもあるかも。あ、方言もあるね、うん、確かに。特に僕が今いる青森は津軽弁がすごいからね、ちょっといつも怒られてる感じに感じるもんね、うん、上から目線無理だね、わかるね、うん、あ、ヨシリさんもコラボ嫌い。やっぱ結構嫌いな人多いんだね、コラボね、うん、できればあーちゃんって呼んでほしい。うん。あーちゃんさんだからね。あーちゃんでいいよ、あーちゃんって。あーちゃんとひみちゃん気合うかもね。お互い、ね、なんかちょっと性格は違うけど、お互いストレートだよね。うん。鹿に10番向けたらいかんばい。役鹿に10番向けたらいけます。はい。またお便りの方行かせていただきますね。ごめんね、今日ちょっとね、全部もしかしたら読めないかもしれないです。読めなかったらごめんなさいです。はい、次行かせていただきます。メンバーシップとかで、その場にいない人の配信者さんや、リスナーさんのお名前出す人苦手です。いいこと言われてるのか、悪いこと言われてるのか、正直わからないので、本当に無理です。まあ確かにね、これ、いない人の話はやっぱりあんまりしてほしくないかなと思うし、もしするんだったら、事前報告なり、事後報告なりしてくれたら助かるかなと思うよね。はい、次いきますね。苦手なタイプ、弱者を振りかざして人を攻撃する人、攻撃してくる時点で、弱者じゃないです。そして、悲劇のヒロインぶって X に書き込む人。わかるね、いるね。
これあれだよね、いじめられっ子がいじめっ子になる心理に似てるかもね。そうですね、はい、ありがとうございます。いるよね。あ、そう、あーちゃんもね、はっきり言うね。そう、ひみちゃんもね、意外とはっきり言うんだよ。そうなんだよね。あ、悪いくまさんだ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。先ほど配信お疲れ様でした。ちょっと配信前だったからね、行けなかったんですけど枠自体を見つけました。来てくれてありがとうございます。どこまで行ったっけ、どこまで行ったっけなんか絵文字がいっぱいあって悪い熊さんもね、早速鹿を深くしようとします、ね、あ、そうなんだ、ね、なんだなんだ、ラジオトーク治安悪すぎはい、今日のテーマ、苦手な、あなたの苦手な人って、どんな人ですかっていうね、その行動だったり発言だったりね、仕草だったりね、これ許せないんだよねって、もし思うことあればぜひぜひ教えていただけたら助かります。言いづらいことは、DM でね、匿名でも受け付けてますんで、ぜひ DM の方もよろしくお願いいたします。はい、初見詐欺です、悪いくまさん、ありがとう初見じゃないでいます、もう1年以上なるんじゃない、もう悪いくまさんと出遅れましたは正解です、正解です、合ってます。はい、じゃあお便りまた行きますね。はい、次読ませていただきます。若主さんに質問したくてコメントで書いた時なんですが、リスナーがコメントで答えてくるのが、嫌いです。あー、なるほどね、あんたに聞いてるわけじゃないのよ、若主さんに聞いてるのよ。あー、若主さんが答えられなくてリスナーに振った時だけにしてくれ。あー、なるほどね、みんながどう思います、みんなどう思いますかって言った時だけにしてほしいっていうね。あー、なるほどね。はい、また次いきますね。コメントくださいっていうトーカーが、嫌いです。すみません、ここから口が悪くなりますが、ご了解、願います。コメントないのはお前の配信がコメントしたくないからだったよ、わかる その通りですはい、はい、うちの枠にもトーカーさんたくさんいますけどもはい、その通りです。はい、コメント入らないのはトーカーの力量以外何事もないんですね、それ以外ないんですよ。ただ初心者の方でね、まだ認知されてなくて人が来なくてコメントが入らないっていうのは別ですよ、それは別です。はい、でもある程度長くやっててコメント入らないのは多分トーカーさんに何らかの問題があると思います。はい、毎回だったらね、なんで正直まあ厳しいですけども、その通りでございます。はい、僕もはい反省しますそう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 、コメントもらうより頑張りますルルがだからさあ、これってさ面白いもんで、話が面白いからコメント入るわけでもないんだよね。話が面白すぎると聞いてたくなっちゃうから、コメントする気もなくなっちゃうんだよね。それが悪い配信かって言ったら悪い配信ではないんだよ。うちの枠でなんでコメント入るかって言ったら、僕がコメントを求めてるからだって。コメントないとね喋れないからね俺ねそうなんですよだからコメント入れてくれる人をやっぱり大事にするんで、それでみんなが多分コメントしてくれてるんだと思うんですよね。だからまあそういう、まあ、ある意味工夫をすれば、まあ、コメントはもらえるようになるのかなとは思いますよね。秘密、コメントなくてもずっと喋ってる、本当ね。ずっと喋ってるよね。で、結構秘密ちゃんはね、自分で悩み事を言ってるんだけど、自分で勝手に自己解決しちゃってるっていうところが結構あって面白い。前にも何回か流行った、嫌がらせのお便りがあったじゃん。あれさ、嫌がらせするために相手のことを考えてるよね。ある意味ファンじゃね。いや、そうなんだよね。アンチも好きな。そうそう、その通り、その通り。そうなの、気になってしょうがないんだもん。はい、ちょっと今日盛り上がってるんで延長させていただきます。はい。ありがとうございます。延長させていただきました。出入り自由なんでね、好きな配信者始まったらぜひぜひそちらの方応援してください。で、リアルでやることあったら、リアルの方ね、優先してね、自分の方大事に、してください。うちの枠は本当に自由気ままに、やっていく枠なんで。ね。全然いいからね、自由でね、聞いてるだけでもいいしね、潜ってても全然いいからね。
初心者さんの時は、仕方ないと突っ込んできましたね。初心者さんの時は仕方だし、だからちゃんと一人でも、喋ってる新人さんの枠見たらコメントしに行きます。無言ならすっと出ますから、うん、そうだね。そう、そのさ、あの、たどたどしくてもいいんだよね、最初は特にね。たどたどしくてもいいから、一生懸命やっぱり何か喋んなきゃと思って声を発してるトーカーさんとかはやっぱ応援したくなるよね。それ何やってても一緒だよね。やっぱ一生懸命やってる人のことはやっぱり応援したいなって思うもんだと思うんですよね。はい。はい、次読ませていただきます。少し関係ないですが、苦手な人というテーマの際、私は、あ、これ私に当てはまるわとドキッとしたり勝手に気づいたりします。これ自分のことじゃないってヒヤヒヤたまに、これ〇〇さんのことかなって思い浮かんだり、狭いラジオトークならではかもしれない。いや、わかるね、それね。いや、あるよね。あれもしかしてこれ俺のこと言ってるみたいな、ありますね。ドキッとしちゃうよね、それはね。あ、悪いぐまさん、延長チケットありがとう。ありがとうございます、いつも悪いぐまさん。どこまで読んだっけ。喧嘩する配信者さんによって、いや、喧嘩する配信者さんは、多分みんな苦手ですね。変なタイミングで LGBT を言う人、僕は、ムチムチ女子好きだけど、告白した方が良いですか。はい、ちょっとさ、好きにしてください。面白いな、ちょっとさ。初心者としか、いや、もう名前さ、初心者じゃないからね。鹿を見たら銃を向けて食料を確保したくなるのは仕方ない。始まりましたね。コラボで上がって喧嘩してて不愉快だとか、あ、わかる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 。喧嘩はよそでやってくれとは思う。配信でやってほしくはないかな。やっぱりリスナーがね、不快に感じることが、やっぱり配信は良くないのかなと思うし、まあ、これはまあ、配信者がね、どういう気持ちで配信してるかによるんで、なんとも言えないんですけども。はい、またお便りの方行きますね。次行きます。知識を振りかざしたいのか、比喩やカタカナ言葉を乱用して話す人、本当に頭の良い人は、分かりやすい言葉を説明に使います。その通りだね。いるよね。さ、相手がね、そういう言葉を絶対わからないであろうなって思ってるのに、なんかこう、あえて難しい言葉をこう出したりする人とかいますよね。俺は知識あるんだぞみたいな感じのことをやる人はやっぱ結構いるんで、あんまりね、良くないかなと思いますよね。そうっすね。僕は、でさ、いちいち全部さ、話の故障って聞くのもなんか悪いじゃん。だからさ、比較的聞くようにはしてるんだ。それってどういう意味ですかって聞くんだけど、俺は。でもそれが毎回だとちょっとね、こっちが勉強すればいいのかなとか、なんか不思議な気持ちなんですけど。あはは、久しぶりに見た。みなみのさん、こんばんは。来てくれてありがとう。パンチパマを破り、久しぶりに見た。ありがとう。久しぶりに見たね。ね、数あるデラックスの中でパンチパンマボヤブを選ぶみのみのさん。ありがとう。そしてラブさん、こんばんは、来てくれてありがとう。チキチキありがとう。はい、今日テーマトークやってます。はい、あなたの苦手な人ってどんな人っていうね、はい、テーマでやってますので、もしよかったら、コメントを入れていただければ助かります。言いづらいことは DM でね、匿名でも受け付けてますんで、どうぞ DM の方からもね、言いづらいことは入れていただければ助かります。よろしくお願いします。懐かしいね。さ、最初100コインの時めっちゃ投げてたよ、確かね。パンチパーマ親分の中からパンチパーマ親分出てくるみたいなね。めっちゃ懐かしい。ありがとう皆さん、今日もたくさんの方来ていただいて、すごいな今日ね。延長したよね、やめろやめろ、またやってますね。人を蔑むことしかできない人苦手。そうだね。ねえ、やっぱ比較的やっぱり嫌われる人って思いやりがない人かもね。
誹謗中傷する人は苦手らしいけど、わかるね。あのさ、そうだね、やっぱり愚痴が多い人とかは僕は苦手かもね、やっぱりね。で、その人とそういう愚痴を言う人とコミュニケーションを取ろうと思うと、どうしても愚痴になっちゃうんだよね。その人が愚痴を言うから、その話、その人が興味持ってる話をすると、どうしても愚痴の話になっちゃうんだよね。だからそれを繰り返してたら、なんか自分の気持ちがすさんでいくのがわかるんで、あんまりこう愚痴が多い人とは長い時間は一緒にいたくないかなって思いますよね。あ、みえちょさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。先ほど配信お疲れ様でした。ちょっと行こうと思ったんだけどね、自分の配信あったんで行けなくて、また今度遊びに来ますんでよろしくお願いします。あと距離感ない人苦手、わかるね。距離感ね、やたらすごい近づいてくる人もいれば、やたらずっと遠いとこで待ってる人とかいるよね。ラブさんわかる。真面目に参加されている皆様お名誉ご指示でしょ。下肉、鹿肉の下処理そう、一緒にいるのが苦痛になるんだよね。そうなんだよね。いや、今日は本当にすごいたくさんの方が来てくれて、そして DM もめちゃくちゃたくさんありがとうございます。はい、次読ませていただきます。枠主さんがコメント要求するところは苦手です。私の場合は潜って聞いていたいので、コメント要求されると、出ていっちゃいます。一言言うのであれば、コメント欲しいなら面白いトーク仕上がれです。失礼しましたはい、はい、トーカーの皆さんぐさっとくるぐさっとくる一言でしたね。あ、話し始めに嫌ね。いやー、まあ俺も言っちゃうね、俺ね、これね。いやー、どうだろうとかって言っちゃう、俺も。やめようかな。言っちゃうかな、俺ね。あー、そうなんだとか、まあ嫌だけじゃないけど、あーとか、うーとか言っちゃうかもね。あのね、これはね、あえて言うようにしたところもあるかな。だから、ね、YouTube を最初やり始めた時に、その、あーとか、いやとか、うーとか言わないようにしたんですよ、最初。で、言わないようにしたら、もうロボットみたいなんですよ、俺。だから、自然に喋るために入れるようにしたけど、でもそっか、嫌がる人もいるんだね。気をつけます。はい、鹿肉食べたいね。最近食べてないね、鹿肉ね。コメントあるまで無言っていうのが苦手。わかる、それもわかるわ。コメント入るまでに、あのさ、自己紹介でも何でもいいから喋った方がいいよね。何回同じこと言ったっていいんだからさ、俺もよく言うでしょう。ね、うちの枠は自由なんで、ね、出入り自由なんでってね。そういうのでもいいし、テーマもさ、今日も5回、6回ぐらい多分言ってると思うよね。新しい人入ってきたら、途中から来る人もやっぱりいるんで、同じこと言っても全然いいと思うんですよね。あ、鹿肉ありがとう。鹿肉ありがとう。コメントなしでも喋ります。強がりです。いいですね、ワローブルース。いや、大事。喋ろうと思うことが大事だよね、トーカーはね、やっぱりね。もう肉ないから。あーちゃん、お風呂行ってらっしゃい、ありがとう。やっぱり嫌な人はすべて、同調を求めてくる人。あー、なるほど。同調を求めてくる人ね、わかるね。あのさ、相談とかされてさ、ね、なんとかその人が良くなる方向でこうアドバイスしてあげようかなと思って、たまにちょっと批判的なことをね、反対のことを言っちゃったりするときあるじゃないですか。でも反対のこと一言でも言ったらもうブチギレるみたいな人いますからね。相談してきたの あっちなのにみたいな。困りますね、そういう人はね。あ、トマさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。今日は、テーマ、あなたの苦手な人ってどんな人っていうテーマでやってます。もしよかったら、コメント、もしくは言いづらいことは DM で入れていただければ助かります。よろしくお願いします。喋り続けるな、なんなら喋りきれんと思ったら、これは収録で話そうってグイッと感じるやつ、すごい、ね、響さん喋れるよね、羨ましいな。俺ね、本当にコメントないと喋れないもんね。はい、またちょっとお便りいきますね。どこだろう、どこだろう。
あ、これ同じようなあれだね。いきます、こんばんは、こんばんは、興味深いテーマですね、単純に、カマチョが嫌いです、ラジオトークでも何回も連続でずっと、拗ねたり、拗ねてたり、舐めてるずっと言ってる、配信がありました。コメントゼロでしたが、だからゼロなのねって思い、ブロックしました。この人は何をしたいのでしょうか。あのね、まあこの方と、あ、この方と、あ、まあいいか、これはこれでね、ね、かま、あのさ、配信者、有名なっていうか人気ある配信者さんを聞いてると何も知識なくね、いきなりパッとなると配信したら自分もなれると思っちゃうんだよね。そういう風にコメントもたくさん入ってギフトもたくさん投げてもらえるみたいな感じになっちゃうんだと思うんですよ。だけど実際はみんな見せないだけで努力してるじゃないですか、トーカーの方も。どうやったらコメント入るのかなとか、どうやったらリスナーの方喜んでくれるのかなとか、そういう本当に細かい積み重ねがあって、それを積み重ねて積み重ねて今があるだけなのに、あの、何も知らない人は10日をやったらすぐそうやってなんかチヤホヤされるみたいな気持ちになっちゃうんだと思うんですよね。うん、それはやっぱ間違いで、ね、確かにさ、ラジオトークでやってる方やっぱ素人の方多いと思いますけど、でもやっぱみんな努力してますよ、やっぱりね。どうやったら人増えるのかとかね、みんなの好きな話題って何なのかなとかね、だからそういうのを分かんないで急に10日やっちゃうと、そういう風になんか拗ねちゃったりするのかもしれないですね、もしかしたらね。いい、お便りいきますよ。はい、俺優しいでしょ、私いい人でしょをアピールする人、それってただのかまってちゃんですよね、これで。ね、わかる。優しいさとかさ、いい人アピールってのは他でやった方がいいと思う、俺は。僕はね、あの、優しい言葉とかって、あの、二人きりの時にします。他の人がいるところではしません、誤解生むんで。二人きりの時しますね、その方が効果あるんでね。どこまでだっけ、これどうとか、ここ行こうとか言った時の返事が、いやでもさみたいな感じで返されると、あーってなっちゃうね。わかるね、これさ。でも、あの、これどうって言ってんのに、いやとか、でもさとか、でもさ嫌だよね。でもさって言われた瞬間、なんか否定されんのみたいになっちゃうしね。この接続語ダメよね、これね、ダメね。カマチョ、カマチョ、シカチョね。メジャーさんがいた、もじったみたいですよ。そうだね、その優しさとかは人に対してアピールするもんじゃなくて、その人に対してしてあげるもんだと僕は思ってるんで、あの、人が聞いてる、人が見てる前であんまり優しさを出すの僕はあんま得意じゃないんですよね。で、他の誰かがその人のことを、ね、優しくしてたら別に僕は優しくしないことが多いかな。秘密ちゃんと仲良くなったのもそれがきっかけだったと思いますね。なんかずっと秘密ちゃんが、前の時ね、転生する前の時に、なんかずっと悩み配信をしてるのに、コメント一切入ってなかったんですよ。それで、夜中だったのもあるから、それで、何回かずっと聞いてたんですけど、一向にコメント入んないで悩んでるから、これはちょっと相談乗ってあげた方がいいかなと思って、それで浮上したんですよ、僕が。たら仲良くなったんですけどね、きっかけはそれでしたね。だからみんながやってくれるんだったら僕しないんですよね。そう、二人きり、日比さんに重ねてお詫び申し上げます。鹿のカマチョが過ぎました。いつもじゃないけど私もコメントくださいって、たまに言うし、ギフトを集めするし、ここに上がった要素、を少しずつ持ってるわけで、気にする自分自身が苦手。いやー、そのギフトもらう、くれくれって周りが思うかどうかが大事で、なんていうのかな、コメントくださいって言っても許される言い方だったりタイミングはあると思うんですよね。僕はね、だから一概に、同じではないと思うんですよね。もう明らかにもう毎回くれ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 やってればくれくれ配信者っていう風に見なされちゃうかもしれないんですけども、
言ってみればトーカーの人はね、リスナーの方に何かこうサービスを提供してるわけじゃないですか。楽しさだったり勉強になることだったり、まあ、知識だったりね、あのストレスの解消になるとかでもいいし、何かこう提供してるわけじゃないですか。だからそれの対価としてギフトを投げてもらうっていうことに対して僕は悪いとは思ってないんですよ、うん、だけど何も提供してないトーカーさんがくれっていうのはどうなんだろうなとも思うし、ね、それが特にその真剣に配信者をやってない人がくれとかってやってるのに関しては僕はちょっと行きたくないなと思いますね、正直ね。だからそれは受け取り側のあれなんじゃないですか。僕は恵佳さんに対してはそういうふうに思ったことはないですけどね。みゆちょ、みゆちょはかまちょじゃなくてかみちょってみたいな新しいかみちょさんね、はい、これからかみちょさんって呼びましていただき面白いねあ、そう、ゆうちゃん泣いてたよね、泣いてたね。何食べたいって聞いて何でも良いって答えたのに、じゃあラーメンって言うと嫌がるのはやめてほしい、何でも言うじゃないですか。いいさ、それで僕もね、結婚してた時にありましたね。うん。ね、今日何食べたいのって言われて、あ、何でもいいんだと思って。ハンバーグって言ったら、いや、そんなのないよ。じゃあなんで聞いたのって思うよね。その通り、神ちゃん。あ、神のみのさん。みのみのさんの名前新しいな。神のみのさんね。ねえ、ご挨拶ありがとうございます。先生、そこが個性というものです。あ、延長チケットありがとう、悪いごまさん。ありがとう。いつもありがとうございます、本当悪いごまさん。配信の時は、また来ようとか思って、いただけたら、楽しんでいただけたらという思いでやってます。絶対に自分が言われたら嫌なこととかは絶対に言わないように、それだけは気をつけてます。そうだよね。そうなのよ。トモさんみたいにやっぱり配信者ってやっぱ気をつけてんのよ。いろんなことをね。何でもかんでもこう好き勝手に言ってるわけじゃなくて、何でもかんでも好き勝手にやって人気になってるわけじゃないんですよね。やっぱ言葉も選ぶし、あの頭も結構フル回転でやってるし、ねえ、結構ね、あのいきなりやっていきなり人気になれるほど簡単なもんじゃないなっていうのはすごい感じますね、東海やっててね。ヘビさん、それうちの旦那やっぱどこも家庭の事情は一緒ですねで、ご挨拶ありがとうございます。はい、じゃあ落ち着いたところでまたお便りの方読ませていただきますね。これいきますか。自分は喫煙者なのですが、同じ喫煙者でも灰皿に、高い位置から灰を落とす人が嫌いだ。わかるわ特に現場の灰皿とかの赤くて四角くて、丸い穴がいくつか開いてるタイプのやつとかで、それやると天板に乗ったままになるんで、ああ、はいはいはい、ちゃんと穴に落としてくれ。わかるな、これな。喫煙者の、肩身が狭くなったのは、喫煙者のマナーの悪さが原因なところが多いね。天板に乗った、はい、風で舞うじゃろがい。ああ、まあね、それ誰が掃除するのよ。自分でしないなら周りに落とさない努力はしかり。そうだね。これでもさ、喫煙者の方、僕も喫煙者なんで、あれなんですけども、俺、携帯灰皿、いつも持ってますからね、やっぱりね。マナーかなと思って。だから結構さ、灰をさ、道路とかにこう捨てる人とかっているでしょう。まあ確かに風が吹けば飛んでってどっかよくわかんなくてこう行っちゃうんだけど、やっぱ僕はなんか、まあ最近特にね、その喫煙者に対してこう風当たりが強いのももちろんあるから、せめて最低限、そうだね、あの携帯用のあの灰皿は持つようにしてますね。どこまで行ったかな。皆さんご挨拶ありがとうございます。課金しろと昔言われてからギフトに関して思うところはある。何様だと感じた。いや、そうね、なんかあのトーカーさんが本当にリスナーさんにこう利益のあることをね、まあその利益っていうのがその楽しさだったり、あの勉強になるとかね、知識だったり、まあその優しさだったり、まあいろんなものを提供ってできると思うんですけど、それを提供してリスナーさんがそれに対して良かったなとか嬉しかったなでギフトって多分投げるんだと思ってるんですよね。だからそのトーカーがギフトを要求するのはどうなのかなとは思うよね。
うん、これまた集めるのとは別だからね、うん、集めるのは何かを集めて何かをしたいんでしょ、それは目的があるからあと分かりやすいんですけど、うん、ただ課金してギフト投げろって言われ、じゃあね、あの口座にその分振り込んでくれって言った方がいいと思いますけど、これ個人的、小鹿的に人じゃないからね、小鹿的に思うのが、考えすぎる枠よりも何も考えてない枠の方が人の出入りやコメント多くてちょっとジェラシー感じることはありますね、考えすぎの可能性もありますが、まあなんていうのかな、結局あの僕の考えね、あくまで僕の考えね、あの結局エンターテインメントなんだと思うんですよ、人を集めるっていうのは、うん、なんであの真面目にやってる、すごい考えてるから人が来るかっていったらそういうわけじゃなくって、多分そのそれに対して聞きたいと思う人がいるかどうかの方が大事で、そうですね、だからね、ラジオトークではこんだけやっぱりあの人来るようになってくれましたけど、僕の枠もでもやっぱり YouTube で聖火祭壇のあのことをやってても人来ないんですよ、全然。あ、これはもうコンテンツが悪いんですよ、どれだけ僕が一生懸命聖火祭壇を作ってもみんなは興味がないんですよ、聖火祭壇に。なぜなら葬儀の仕事だから、うん、これ分かってるんですよね。だけど僕は YouTuber になりたいわけじゃないから、あの、あくまで自分の仕事を少しでも知ってもらいたいから動画を、ね、出してるだけで、それがあの当たらないにことに関してはあのしょうがないなと思ってますそれでも僕は不器用なのでもっともっと考える道を歩くのかなと思います。鹿でした。でも大事だね、生さんね、考えることはね。でもね、やっぱり天性で面白い人っていうのは羨ましいなと思いますね。ひみつちゃんとかも天性で面白いからさ、みのみのさんもね、めちゃめちゃ面白いでしょ、羨ましいよね、一人で喋れるし、金よりないよ。うん、そうだね、ね、ご挨拶皆さんありがとうございます。ね、ひびきさんもそうだしさ、喋れるしさ、でこの間あのひびきさんとカラオケ配信やったんですよ、違うアプリで。ひびきさんやっぱ、ね、歌もめちゃくちゃうまいんだよね。あ、それはジェラシーだわそりゃジェラシーよ。だからやっぱり、まあ、もちろんね、練習してるとかそういうのももちろんあるのかもしれないんだけど、なんかこうね、どうしても得意不得意っていうのはねあるよね、やっぱね。いや、僕は今回ラジオトークでこうやって皆さんが来てくれるようになったのは、もう完全にこうテーマ配信っていうのがみんなにこうね、あの定着してきたからかなと思ってて、それもたまたま偶然だと思うんですよね。ね、嬉しい目玉飛び出しすぎだと最近皆さんに相手してもらってるのが楽しい。いや、そうだね、みのみのさんはね、もう皆さん結構知ってる方多いんでね、やれば枠開けば多分みんな来てくれるね。タナハンくらいよ、そんな嬉しいこと言ってくれるの、よくアホと言われるから、まあアホかアホじゃないかで言えばアホかもいや、アホなわけじゃないのよ、ひみちゃんはまっすぐなだけなの。笑い転げてますね そうだね、アホと言われればアホかもしれないけどでも多分アホじゃなくてまっすぐなだけっていうね。だからこの間カラオケでね、響さんとかさ、ひみつちゃんもそうだし、あの時バリちゃんもいたっけとかさ、あの辺がなんか楽しく仲良くできたのって、多分みんなまっすぐだからなんだよね、あれ多分ね、な、裏表ないでしょみんなね。そうだから、すぐ仲良くなれてすごい楽しかったんだと思うよはい、油断してたらお便り読み忘れちゃうんで、お便り貸していただきます。はい、あ、これちょっと面白いね、ちょっとテーマとはそれるかもしれないんですけど、すみません、やりとりから思った質問です。できれば、既婚または既婚歴のある男性の意見が聞きたいです。奥さんがお昼ご飯何がいいって聞いて、それに答えるのですが、そうなりません、奥さんはなぜ聞くのでしょうかはい、皆さんこれちょっと大事ですね。既婚または既婚歴のある男性の意見、男性の意見ね、男性全員聞いてくださいよ。
奥さんがお昼ご飯何がいいって聞いて、それに答えるのですけども、そういったものが出てこないんだね。これ奥さんなんで聞いてるんですかね、これ。あ、女性の方もね、もし聞いてくる、聞く方がいたら、教えてください。はい、なんでですか男性陣からしたら、その、奥さんの気持ちがわかる方いたら、ぜひ、そのね、うん、素です。なんで、何食べたいってなんで聞くの？みのみのさんは。何食べたいってなんで聞くんだろうね。日比さん、何食べたいって聞かれて、答えたのが出てこないのに。あ、日比さんでもわからないタイプね。うん、2回目の聞かれあ、コミュニケーション、マラブルさん。はい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 。コミュニケーションなんだ。あ、バリちゃん、バリちゃん、初見じゃない、バリちゃん、全然常連、むしろ常連、ありがとう、来てくれて、うん。あ、コミュニケーションなのね。はい、あの、コミュニケーションみたいです。解決。何食べたいって聞くのはコミュニケーションね。OK、OK、OK、OK。なんとなく、あ、それでも万事解決だね。あれ、ハートマックス言ったの、バリちゃん。マジか。マジか。え、どこにいる？本当だ、上の方にいた。あ、いた。すごっ。ありがとう、バリちゃん。すぐできるものなら対応するけどね。なるほどね。じゃあ、難しいこと言っちゃダメなんだ。はい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 。そうだよね。ハンバーグって俺よく答えし、唐揚げとか言っちゃうから、油使うのも嫌だし、ね、肉こねるのも嫌なんだね。焼きそばとか言ってくればいいんでしょ？そしたら、なるほどね。外食って言えばいいのかな？そしたら。うん。あ、そうじゃないとモチベ上がらん。あー、なるほどね。確かに。よく言う人いるよね。あのさ、子育て終わって家に、旦那さんと二人になった方とかいるじゃないですか。そうすると、やっぱ子供のが食べてくれるからって一生懸命作ってたっていうのも、あるから子供がいなくなっちゃうとなんかご飯作るモチベーションが上がらないって言うんだよね。うん、それがまた離婚したりとかして一人になっちゃったりとかするとやっぱご飯手抜くんだもんね、みんなね。うちの場合何も昼に作らせるだって言ったボツになる。難しいね、ひびさんね。答え難しいね。自分も食べたくて奥さんも嫌にならないものじゃ。難しい。ねえ、まえちゃん、ごめんなさい。ありがとう。あと何も浮かばないとき、人の意見聞いて自分の意見分かるときありますよね。ああ、うん、それはある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 。分かる。先に人から意見聞いた方が、なんていうの、答えやすかったり考えやすかったりするよね。きっかけね、きっかけね。分かる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 。多分後から言われるからとかかな。あー、なるほどね。毎日献立考えるの結構ストレス。あー、なるほどね。あー、なるほどね。コミュニケーションとかアイデアって意味なんだ。コミュニケーション、アイデア、モチベーションなんだ。そうだよね。いや、そういえば昨日もあれ作ったから今日は食べたくないよね。今日何食べたいって聞くんだね、多分ね。で、昨日と同じもので良かったりなんないすると、そういうことを言ってくれると、嬉しかったりするのか、楽だったりするのか、あ、同じでいいんだ、みたいな感じで思って安心したりもするのかな。あ、自分だけならあるもので。あ、そう、ひみちゃんもね、料理してるって言ってたもんね、今ね。そうですね、ありがとうございます、皆さん。たくさんご意見。はい。どこ行こうかな。はい、あ、次行きますね。またちょっとテーマと違う話なんですけども、テーマと合ってなければすいません。作業枠ってありますが何のためにやるのでしょうか。話さないで作業音のようですが記録でしょうか。はい、皆さん作業枠作業枠についてどう思います。あれなんでやってるんでしょうね、作業枠ってね。結構いますよね、作業枠やってる方ね。はい、どうでしょうね。あ、延長しますか。延長し、もう一回するか、延長。もう一回延長させてもらいますね。ちょっとまだね、お便りが全然読めてないんですよ。する。する。
うん、詐欺枠チャレンジしたんだ、みなみさん。どうだった？あんまりはやっぱりみんなわかんないんだ、作業枠。あ、日比さん作業枠好きなんだ。へー。秘密利用者さんに夕食朝食作ってるから少しストレス。あー、なるほどね。買い出し大変なもの頼む人多いよね。あー、そうなのよ、男はね。肉が食いたい気分なのか、魚を食いたいのか、野菜を食べたいのか、程度の選択のために聞くのか。あー、なるほどね、もっとざっくりってことね。冷蔵庫見ながら一緒に考える少数。あー、それ南蛮さん、それ正解なんじゃない。あ、家族いると献立悩むのね。あー、なるほどね。作業枠、あー、みなみなさんありがとう。延長チケット2枚もありがとう。喋りに熱中できするから作業できないとわかる。そりゃそうだね、みのみのさんって。みのみのさんが作業してたら喋んないってことでしょ。そんなわけないもんね、みのみのさんが、ね、確かに。何かよくさ、タイトルでいろいろやってるから話しかけないでと書いてあるけど、配信の意味がASMR として聞き流すには最高。あー、なるほどね、聞き流しね。まあ別に応援する必要もないしね、何かでも音が欲しいなっていう時にいいのか。あ、こまちゃん、こまちゃんお疲れ、ありがとう、来てくれて。作業枠してってよく言われます、下です。あ、こまちゃんの作業枠は俺意味わかる。うん、こまちゃんは何をやっても絶対喋ってるから。こまちゃんはずっと喋ってんのよ。だから俺あたりは作業したらもう無言なのね、俺ね。何かするともう無言なの。多分みのみのさんも多分そうだと思う。そう、二つ同時にできないの。そうそうなのよ。だからいいのよ。みのみの氏の作業、できなくてすぐ喋る枠なのは、周知の事実じゃ。だよね、だよね、ダマルさんね。そうだね、こまちゃんは喋ってるね、よくね。話しかけたらキレられた。爪切りながらネイルしながらはよくある。あ、でも比較的女性ってさ、2つ3つ一緒にできるよね、なんかかんかね。すごいなと思う。俺や、男の方ができないと思うよね。作業枠は空気感、一緒にいるの共有でしょうか。そうだね、僕作業しなくても喋れない。バレちゃんコミショだからね、バレちゃんコミショだからね。喋れるでしょ、バレちゃん。作業しなくても喋れない。めちゃめちゃ面白い。あ、そうそうそう、コマちゃん、そう、独り言が多いのよ多分。だからあの、コマちゃん声可愛いから、そのボソボソ言ってる声でも全然みんな癒されるんだ、きっとね。これでも、ね、僕が思うその作業枠の意味ね、作業枠の意味は筋トレと一緒だと思うんですよ。筋トレって一人じゃやっぱりなかなか続かなかったりするじゃないですか。だけど誰かが聞いてる、誰かが見てる、見られてるってなると、やっぱりこうちょっと緊張感持ってやんなきゃって思うじゃないですか。その心理なのかなと思いますね。だから筋トレとかも、だからトレーナーとかがつくわけじゃないですか。その方がはかどったりするのは誰かが見てるから、ただ家でやればいいじゃんと思うでしょ。今度美顔器しながらの枠でもやるから。どうなると美顔器やってたら。面白い。あ、マホミョン先生こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日はあの、あなたが思う苦手な人ってどんな人っていうテーマでねやってますんで、もしよかったらコメントや DM でもねいいので、あの、入れていただけたら助かります。よろしくお願いします。で、小判ありがとう、小判2枚もありがとう。だから最初の方はどうせ喋れないし誰も来ないからいっかみたいな感じで、ゆるくやった。なるほどね。自分以外のトーカーさんがこんな感じで全員仲良しだと自分がコメントしていいかな、とにかく自分の気にし直したい。あ、そうなんだね、ケイカさんね。あー、ほんと、いや、意外、俺全然そういうの気にしてないと思ってました、ケイカさん。なんかすごい順調に配信してる方なんだなって思ってて、あ、めっちゃ配信に向いてる人ってこういう人のこと言うんだなと思って聞いてました、実は。
へえ、繊細っすね。ああ、気にしちゃうんだ。そっか。あ、俺もね、昔は結構気にしてたけど、あまり最近気にしなくなりましたね。年齢かな。話しかけないで忙しいという方。勝手にやれやって話だよね。その人はちょっと別かな。別口かもね。もしかしたらね。皆さん帰ってきて、あ、で、みんなね、コマちゃんアイコンに帰ってきてくれてましたね。あ、ネワボッチなんだ、ケイカさん。いや、意外だった。意外だった。うん、ケイカさん、お友達になるわね。初絡み。あ、初絡みなんだね、ケイカさんとね。はい、みのみのさんは気にしないタイプね。はい。はい、お便り行きましょうか。お便り。お昼ご飯の話したね。作業箱の話したね。天板の話したね。ちょっと新しい方から行こうかな。そしたらね。はい、次行きまーす。トークの日やジョイランクに行くことが必要な大きなイベントに出ておきながら、自分はスコア意識してない、1位は意識してないからと、すかしたり、スコアで頑張っている人を中身のない配信だと決めつけたり、なぜ参加した、問い詰めたくなりました。かっこつけながら、ちらちらスコア意識しないでほしいですね。そうだね。そうだね。いや、まあ難しいよね、これもね。まあイベントに出てたらやっぱり、あの、客観的に見たらね、あの、スコア気にしてんだろって思っちゃうからね。そうだね。そう思われるのもしょうがないのかもしれないよね。はい、お便りまた行きますよ。ちょっとねだいぶ前のがね、最初の方にくれたの全然読めてなくて。はいはい、次行きますね。苦手な人ね。私が苦手なのは喋り方です。高圧的、攻撃的、粘着質などです。ラジオトークは音声配信なので、顔は見えなくても、喋り方、声色に性格は出ると思い、特に気になります。わかるね、これね。高圧的、攻撃的、粘着質。高圧的な人嫌よね。ここにはいないね、高圧的な人はね。粘着質もね、怖いよね、粘着質の人はね。根に持つタイプね。さっきも最初の方にも出ましたよね、これね。そうだね。せっかくなんでお便り全部読みたいから、ちょっと次また行きますね。どこ行ったかな。はい、次行きますね。おはようございます。たくさんあるので早速お便りをお送りします。その中でいくつか読まれたら幸いです。はい。1つ目、食事のマナーでお茶碗の持ち方が悪いと、気になってしまう。テレビで見ていても芸能人、一般人の、人が持ち方が悪いとその人が嫌いになるし、口の中に食べ物入っているのに喋る人、喋りたいなら手を押さえろって言いたくなる。家族でやられたことがあり、2回目まで注意、3回目で暴言吐き、家族でも一緒に食事はしないと思います。今はないですが。これ食べ方のマナーとかって気になる？皆さん、これアンケート取ってみる？食べ方のマナー気になりますか？これね、はい、もし潜って聞いてくださってる方も、もしよかったら、ポチッとお願いいたします。食べ方のマナー気になりますか？まあ、箸の持ち方とか茶碗の持ち方とか、まあね、口に物が入ってるのに喋ってる人とかいらっしゃいます。僕はね、多分気になる方だと思いますね。前に看護師の方とご飯食べに行ったんですけど、僕血とか手術とか、なんかそういうなんかちょっとグロいっていうか、そういうの苦手なんですよ、めちゃくちゃ。で、それが苦手だっていう話してるのに、その一緒にご飯食べてる最中にその手術中の話とかされたことがあって、あ、これはないなと思って。飯食って、まあ相手はね、看護師なんでそういうことに慣れてるから何とも思わないのかもしれないですけど、
僕はね慣れてないしそういうのが嫌いだって言ってるのに苦手だって言ってるのにそういう話をしてくるのは特に食事中にちょっと嫌でしたねやっぱりね。あ、いや結構気になるんだね。いや食べ方のマナー大事ねやっぱね。ありがとうございます。はい、今の食べ方のマナー気になりますか。はいが 78.6%、 いいえが 21.4%。 結構やっぱ気になるんだね。気にならない人もいるんだね。どこまで行ったっけ、どこまで読んだっけね。コメント読めてなかったらごめんなさい。高圧的苦手、高圧的いて粘着質いて、秘密トラブルになるそうだね、トラブルになるんだよね最終的にね。喧嘩売られてるのかと、勘違いして、そうだね、高圧的なのかどうなのか全然わからない。かまちゃんは気づかないタイプね。あ、くちゃくちゃ無理ね。これ食べ方の話わかる。あ、トモさんもわかるんだ。くちゃらは気になるみんなさせからね。音声配信の場合わかんないからな。あー確かにね、くちゃくちゃは嫌だよね。あれって直せないもんなのかな。みんなさ打っていい食べ放題で取るだけ取って食べ残す人も無理です。あ、わかるわかる、いるねいるね、そういう人もね。そのあれだよね、基本概念だよね、食べ物に対する基本概念だよねそこは。 ねその命をいただいてるっていうね。そうだよね、野菜にしたって肉にしたってね、鶏の卵にしたって全部やっぱ命をいただいてるっていう感覚でいればやっぱり残しちゃね悪いなって思うし、その食べれることに対しての感謝ということが薄れるからそういう風なんだよねきっとね。喋りながらちょっと嫌だよねやっぱね。セクハラ好きよセクハラ、いやいやいやあまりね、秘密ちゃんだけかなセクハラされるの好きよ。される方でしょする方じゃないでしょ食べながら喋る人ね、あ、直せるんだ。何でもこう食べながらくちゃ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 、音させながら食べる人、お口チャックだね。あ、怒られて直したんだ、みのみのさんは。いや、やっぱ治るもんなんだね、そしたらね。くちゃらは口閉じて噛む癖つける。あ、そうなんだ。へー。あ、見たことない。いやでもやっぱ結構そこはね、気にすると思う。親の教育なのかもね。だからね、親の教育でなんとかなる範囲なのかもね。だから最近さ、だからさ、共働きで子供と一緒にご飯食べる時間がないとか少ない方も多分増えてきてると思うんですけど、これからどうなるか分かんないよね。だからね、魚類食べないって言ってるのに魚のコース料理出された時はそれはなるね、バレちゃうね、それはなるね。鹿はせんべい食べるとき口開けるからいや確かにくちゃくちゃしてるね鹿はね親もくちゃくちゃ食う人だとこもそう。ああそうだね、気にしないってことだもんね親がね。その一家みんなが気にしないってことだもんね。みんなの周り話聞いてない人多すぎマジで地獄で。いやそりゃそうだ、だって魚類食えないっつってんだからね魚類出されたらね師匠それって嫌がらせ、嫌がらせの範囲だねそれね。子供の頃ごちそうさまでしたと言ったら、米一粒残っていたようで祖父にめちゃくちゃ怒られたことがあります。あ、これね、僕が昔ね同棲してた女性の方がいるんですけど、その子の家庭ではご飯を残したらなんて言ったかな、お百姓様ごめんなさいっていう家がありましたね確か。せっかく作っていただいたものを残してしまってごめんなさいみたいな感じのことを言わなきゃダメだっていうふうに習ったっていう子がいましたね。自分で気づいて、直す人もいるけどね。ああまあそれが一番ね素晴らしいけどね。はい、お便りいきまーす。やりたくないんですけどと言って配信してる人がいました。苦手です。やりたくないのに毎日やるみたいです。ラジオトークの社員さんなんですかね。まあやりたくないのにやる人何なんだろうね。これ俺もわかんないな。
やりたくないのにラジオトークやる人っているのかな。僕は全くないっすね。あ、でもあのやるのめんどくさいなって思うことはありますよ。いや今日もあの昨日はね、めっちゃ今回いいテーマだ、これ面白いでしょと思って、これみんなもうグイグイ来るぞみたいな感じで盛り上がったんだけど、あの今日なったら今日の気分ってものがあるじゃないですか。なんかちょっとめんどくさくなってきたなって思うのはあったんだけどあのそういう気分になる時はあるけども、実際こうやってやってみるとめっちゃ楽しいのよだから配信中にあのやりたくないとかそういうことは言わないかな、うん、やったら楽しいから ね。やりたくないのになんでやるんだろうね。これめっちゃ不思議だよね。うん、面白いね。エクチャラって鼻詰まってる人がなりやすいらしい。あ、はいはい。俺もでも鼻悪いけどなってないと思うな。うん、食事はきれいに食べるのが当たり前って教わった。ああ、いいね、いい教えだねこれね。次の日から米一粒残さないように感謝して食べてます。あー、わかるね。いやでも俺も残さないかも、米。うん、一粒も残さないかも。米一粒にもたくさんの努力が詰まってるって言われた。いやー、その通りだね、素晴らしいね。うん、そうだ。だってさ、米だってさね、野生のまま生えてるのをねただ取ってるだけじゃなくて、品種改良繰り返されてさ、まあいろんな地域でねどれだけ美味しいお米を作れるかっていう、本当に追求の追求の追求で今ねこんなに美味しいお米になってね、一粒一粒あの届けられてるわけでしょ。やっぱり、うん、やっぱり無駄にしちゃいけないなって思うよね、やっぱりね。あ、だるいと言いながら配信してる人いた。あー、な多分ね感覚が違うんだと思いますね。うん、私すごいお鼻詰まってるこまちゃん、そうだね、こまちゃん鼻詰まってるね。うん、米は一粒も残したことないし、出されたものは絶対食べるかな。あー、偉い、まいちゃん偉い。あ、ナマさんありがとう。配信がだるいならリスナー分けてくる切実な願いのリッコメ、リッコメありがとうで、まあね、また今度そういう配信もやってみようか。どうやったらリスナー集まりますか的な。あれも結構盛り上がったよね。ちょっと今度去年やったテーマを今年もやってみるとかやるかな、同じテーマでね。はい、ちょっとお便りまた行きましょうか。はいはいはい、はい、行きまーす。苦手な人の特徴、天然すぎる人、過去話聞いてない人、はい、なるほどね。はい、次、自虐ネタが多い人。あー、なるほどね。目上の人に慣れ慣れしい話し方。あー、なるほどね。当たり前のことができない人、例えばお礼や挨拶できない人ね。うん、なるほど。意識してるといっぱいあるもんですね。少しでもお手伝いになれば嬉しいです。ありがとう。この方もね、いつも来てくれてこうやって応援してくれるんですね。ありがとうございます、本当に。ここは素敵な方の話をしたね。はいはいはい、まだ読んでないのありましたね。はい、次いきます。開催中のライブの通知が来て時間があれば、開いてみるけど、コメントできたら入れたいけど、特定の人が、コメントしているリスナーがいたらすぐ退散します。その人はタバコで暴言吐いたり、枠主にも迷惑かかってるのも、確かだし、潜って聞いてる人も迷惑。そして名指しで、個人攻撃してるのを見ると、気分悪いです。うん、別名で配信していたけどその方ブロックさせていただきました。いや、まあそりゃそうだよね。同じ九州人として迷惑だ。あ、九州の方なんだね、これね。別名で配信していたけど声でわかるし、〇〇でしょって聞いたら違うって答えた。コラボしてる人が何度も元名前で呼んでるのに、平気で嘘つくし嫌いです。複数名、狂言暴言のを、聞いているので、関わりたくないからブロックさせていただきました。ほぼほぼ聞き捨てになってしまいましたが、アイコン見るたびに不快です。なるほどね。これも前に結構テーマでやったよね。リスナー集めるためなら脇腹でもうもも肉でも差し上げますが農家の人に感謝ね、ほんとね。
たまに自分の枠でイカレ焼肉配信してますが、残したら二度と配信しませんと言って、食べてます。俺もね、何回か行ったことあります、トモさんとか店員さんや生産者の方に感謝して、レジで支払いしてから、ごちそうさまでしたと言って帰ります。そうだね。いや、そうそうそう、いるみたいね、そういう人ね。暴言吐いたり、転生してね、また違う名前でやって、転生することが悪いことだとは思ってないんですけどね。まあ、ゼロから始めたいっていう気持ちになるのも、まあ、わからなくもない、ですけどね。でも、本当の意味でゼロからやりたいんだったら、違うアプリでやったらいいんじゃないのかなっていうね。いや、暴言吐く人、ね、僕も、まあ、一応僕昔なんですけども、カウンセラーになりたかったんですよ。でそれが、まあ、いじめのない世の中になったらみんな幸せになれるだろうなと思って、で、まあ、僕が結構相談を受けることって多くて、まあ、それまたカウンセラーになりたいなと思ったんですけど、暴言吐く人って多分自分の今の生活がうまくいってない方なんだと思いますよ。欲求不満というかね、自分がやりたいことがやれないとか、自分の話を誰も聞いてもらえないとか、友達がいないとか、いじめられてたとかね、そういうなんかこう思ったようにいかないことが多すぎてストレス溜まってる人は、やっぱり匿名性の高いこういうラジオトークとかでそれを発散しようとしちゃったり、リアルで達成されない欲求をここで満たそうとしてひねくれた状態で来ちゃってるから、多分暴言吐くんだと思いますよね。そうなの、俺はカウンセラーになりたかったんだよね、実は。そうだから、ね、多分こういう枠とかもいろんな人のいろんな意見聞くのが好きっていうのも、こういろんな人にこう、まあ、今でも結構相談されることはあって、やっぱりいろんな人のいろんな意見聞くことで、あ、こういう人もいるんだ、あ、そういう考え方もあるんだっていうことを知りたいっていうのもあるんですよ、正直。しか転生しかになるのが怖くて転生できませんという、ライトノベルを書きたいと思って世界平和ね。いじめはね、そうだね、結構やっぱり家庭環境が悪くてとかっていうのもあるし、暇だからっていうのもあるし、まあ多分、まあ聞いたこともあるんであれですけども、ラジオトークの中でも、まあ過去にいじめられたことある人っていうのはやっぱ思ったより結構多いなと思って、みんないろんなね、やり方、考え方変えたり行動変えたりで本当に乗り越えてきた人が多いんだなっていうのはすごい感じるんで、でもさ、いじめる方がもちろん悪いんだけど、いじめられる理由もしっかりあったりもすることもあるのね、ないこともあるんだけど、だから自分が変わればいじめっ子も変わるっていう可能性も正直あるのはあるんで、努力でなんとかできる部分も中にはあるのかもしれないね、全部ではないけどね。あれね、本当に悲しかったよ、学生時代。俺学校嫌いだった理由の一つがそれだからね。こうなんかちょっと調子に乗ってちょっと目立ってるやつが、そのわざわざね、そのちょっとオタク系の人をさ、俺らの時代はオタク系の人って言ったらなんかこういじめられる対象みたいな感じの捉え方されてた時代だったんですけど、こうちょっかい出したりとかジュース買いに行かせたりとか、まあ、まだ可愛いもんのいじめだったけども、見てるだけで嫌だったね、正直ね、吐き気がしたね、本当ね。おたさん、この配信の序盤から鹿さん武器持った方々いじめられてましたよ、カウンセリングお願いします。すいません、僕ね、人にしかできないから、鹿の気持ちはちょっとあんま考えたことなかったかもしれないですね。美味しい食べ方だったらちょっと研究してましたけどラジオトークでね。いじめのない世の中になれば、SNS とかで誹謗中傷とかで、自ら命を落とす人もいなくなるね。本当その通り。その通り。ただ単に気に入らないって理由だったんだね、いじめ。理由だったんだ。そう。だから多分ね、その単にさ、気に入らないって思うこと自体が、
あの気に入らないからいじめという行動を起こすこと自体が暇なんだよね。うん、なんかやりたいことあって夢中だになってたらそんな人のことって気にならないんだよね多分。だからその夢中になることがない人が多いんだよ、いじめする人って。うん、ねえ、人対人だからいろんな考えの人いるからね。そうだね。幼少期にいじめと親友からの裏切りがあり人を信じられなくなったかな、そこから人見知りの道を選んでるバリです。うん、まあでもそれでもね、俺とバリちゃんもね、まあ僕も、もともと人見知りなんで今はそうでもなくなったけど、人見知り同士だけどバリちゃんともねだいぶ仲良くなったしね。あれ僕って人、あ、スカでした、あちゃあちゃただ言えるのはいじめたら自分もいじめられる。その考え方はでも持ってた方がいいよね。そのやったことはやり返されるっていうのはね。あ、そう、あと便乗組多い。そう、そう、本当にその人のことが嫌いでいじめてるんじゃなくって、その一人こいつあいつが嫌いだって言ったのに対してそいつが強いもんだからその周りも便乗して、いじめる人ね、いるね。それが良くないよね。俺もねその仲間に入りたくないから俺はグループを作んなかったんですよ、学生時代ね。そう、自分に返ってくると思う。ね、トモさんもだよね。学びありがとうございます。トリシスさんありがとう。思春期の学生時代にいじめ多いのは、ストレスが多いからだっていう。そうだって、とある人が言ってたんだけど、学校って今一教室何人いるか分かんないけど30人とかさ40人とかいる学校のクラスね、それがさ育った環境も違えばね、全然違う考え方の人間たち30、40人がね一つのクラスに押し込められれば大人だって無理だよ、大人だって喧嘩するわ。それを子供にやらせてるんですよね。だからそれだけで実はストレスなんだよきっと。それでね、自己主張ができる人間は自分がね思ったことができるかもしれないけど、ね、僕みたいにちょっとおとなしいタイプの人間からしたら自己主張できないからストレス溜まるんですよ、欲求不満になるんですよね。僕はまあいじめられたわけじゃないんですけど、確かにそう考えたら本当にストレス溜まってたかも。ひどい言葉を言えば絶対に自分に返ってくるから。そうだね、私は絶対にはそうだね、言わない方が絶対いいと思う。いじめてる人に暇なんですねって言ったらいじめなくなったよはい、こまちゃん最強説ですね。いじめてる人に暇なんですねって言ったらいじめなくなったはい、こまちゃんの勝ちです。はい大人になって倍返ししたけどね、怖いですね、マリちゃん怖いですねいじめなくなる方法分かった脳を変える脳をいじればいじめなくなる、ただ自分が自分じゃなくなる。あー、なるほどね。あ、サモンホキさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。今日は、あなたの苦手な人ってどんな人ですかっていうね、苦手な人のタイプを教えていただけたら助かります。言いづらいことは DM の方からね匿名でも送れますので、送っていただければ匿名として読ませていただけますのでどうぞよろしくお願いいたします。コマちゃん最強ねいじめてる人に暇ですねって言ったら、今度いじめられたらやるわ俺も。あなた暇ですねって言いますズキーってきたんだろうね、多分ね。ぐさーって刺さったんだと思うよ。あ、俺暇なんだって。あ、犯罪のね。なんかあるみたいよね。なんだろう、その生まれ持ったものなのか、その幼少期の時の経験なのかね、どうなのかっていうのはあるけどね。全世界いじめをなくすっていうのは無理だけど、身近な人にそういう人がいたら、歌を教えて心を救いたい。ああ、それがそうだね。起きてる事実はもうしょうがないとしても、その心のケアを少しでもできればっていうのはね本当に思うよね。まあ人なんてものは考え方が違うんで、みんなそれぞれね、今いる人たちだってそれぞれみんな考え方なんて全部一緒じゃないし、だからその考え方が違う人同士でどうやったらね、みんながね幸せに
やっていけるのかっていうことはやっぱ考えていかなきゃならないかなと思うし、まあそういう意味で言ったら、この、まあラジオトークも SNS ですし、SNS のことっていうのはすごい大事なのかなと思いますね。で、前も、あ、延長するか、アンケート聞いてみようか。延長しますか？はてな。はい、いいえ。今日ずっと喋ってんね、俺ね。俺全然飲み物飲んでないわ、そういえば。はい、延長しますか？もしよかったら、ポチッとお願いします。もうちょっとは頑張れるかも。まあ、いじめは犯罪だね、ほんとね。よくない。いじめはよくない。寄ってたかって一人の人を攻撃することは俺は本当に良くないと思う。一対一でやるんだったら別にいいと思うけど、ストレスでいじめてる場合はストレス話聞いたろかって、言うといいです。優しい私は経験上の話なんでみんながそうではありますが心地いやでもね小松はそうだと思うよ。何かやっぱりちょっとひねくれてるんだと思うんだよね。だから意外とそのまっすぐな気持ちであれするといいのかもね。いや結構ね俺いじめられっ子からも好かれたけどいじめっ子からも好かれるんだよね俺ね。なんか誰もそうだね結構だ結構困ってたそういう部分では。はい、ありがとうございます。延長させていただきます。はい、うちの枠ね出入り自由なんで眠たくなったら寝てくださいね。全然ね、明日から仕事ですね皆さんね。朝早起きする方は早く寝てくださいね。全然いいですからね、出入り自由なんでね。潜って聞いてくれててもいいし寝落ちしてくれてもいいですからね。はい、みのみさんありがとう。延長チケットありがとう。あ、どうもまさコーラありがとうちょっと飲み物飲むね。いやすごいね、すごいね今日もはい、現在168分の67名の方、本当にたくさんの方来ていただいてね、ありがとうございます。どこにあるんだっけ、大学の、教職コースでいじめはなくならないと言われてなんか絶望しました。いやでもね、わかる気する。そのやっぱ考え方が違うっていうね、どうしてもね。ありがとう、こまちゃんの芋の飲んでる。飲んで、ありがとう、まりちゃん。これはあんまり共感されないかもだけど、思いやりのない人、おもちゃにする人も、実は苦手だな。あー、わかる。思いやりがない人っていうのを、僕は良くないとは思いますよ。良くないとは思いますけども、それも個性だと思うんで、ね、でそれを直せる人もいれば、直せない人もいると思うんですよ。だから直せない人なんだって。からダメなんじゃなくって、それでもお互いねいい距離感で接していければいいのかなと思ってるんです。だからその自分とは違う、人とは違うからってこう除外するっていう考え方自体があんまり良くないんだと思ってるんですよね。だから僕もいじめられてる子のことはすごい気になりましたね。その子が悪いこともしてるんだけど、でもその子はその子で何か理由があったりしてそうなわけでしょ。だからその人を責めちゃいけないわけよ。だってできることとできないことってみんなあるでしょ。僕はもうできないことだらけなんでよくわかります。ゆうちゃんありがとうゲップ出たらごめんなさいいいね、コーラ大好きですね。ジャックダニエルは水分じゃないから。ゆきさん、ゆきさん、あれからね、ジャックダニエル飲んでないのさ。でも、ジャックダニエル飲みたくなってきたな。酔っ払い配信ね。たまにやろうかな。パワハラ、セクハラ、マタハラって言葉あるのに、いじめに変わる言葉ないよな。確かにね。あーちゃん、お帰り。学校の制度自体に問題あると。うん、そうだね。俺もそう思う。それはね、学校の制度に問題があると思ってたのも、学校にいた時から思ってました僕も。何らかの問題ね。そういえば遠い昔配信にゲップ出そうってずっと言ってた天使いたいましたね、そんな天使がね。はい、次行きますか、次行きますかはい、行きます。
X の DM でトークの日や他の企画の応援お願いしますという内容の文が完全にコピペのみという方が苦手です、コピペでごめんねとか一言私へのメッセージがついていればいいのですが、今までに3人いらっしゃり、みんな男性でした。男性だと気にならないのかもしれないません。ああ、DM でね、DM でね、これわかる気するな。これどうすか、 DM がコピペできたらちょっと残念、ちょっとアンケートしてみようか。イベント告知か、イベント告知がコピ DM だからね、コピペで来たらできたら残念。はい、はい、もしよかったらアンケートの方お願いします。イベントの告知がコピペできたら残念ですか、これ DM ね、 DM ごめんなさい、 DM っていうの忘れてました。 DM ね、あの投稿でコピペじゃなくて自分にダイレクトメールであのお知らせが来るときにコピペだったら残念かどうか、いいと思うけどいろんな方に送っているためコピペで失礼しますって書いたらいいのかなって思いますが、そうだね、まあ、僕は別にコピペでもいいけどもこっちの受け取り方の熱量が違うと思います、はい、自分にだけ書いてくれた、そこに時間をかけてくれたと思うような手紙だったら、あ、応援してあげようかなって思うけども、コピペできたら多分自分が興味なかったら絶対行かないかもしれないね、要はそのイベントを応援するかその人を応援するかの差になると思う、そこはね。ああ、意外と割れましたね。イベント告知が コピペできたら残念かどうか、はいが 44.4%、 いいえが 55.6%、 まあ嫌ではない、多分だから僕と似てるんじゃないですか、熱量が変わるっていう感じかもしれないよね、もしかしたらね。相手は自分の分身じゃなくちゃんと自身の目標や考えを持っている別の人であることを認識することが大事。そうだね、コピペが好きなら鹿の顔もコピペしなさいよ、鹿にコピなさい上から言ってますね、多分上から言ってますねコピペでいいけど多分読まないと、わかるわかるわかるね、読む気になくなることはあるよね。そうそう、嫌なわけじゃないけどもあの興味がなくなるというかね、読まないよね、わかる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 、なんか下手くそでも誤字があってもなんか気持ちがちょっとでも感じられるなっていうものに興味はやっぱり持つかなと思いますよね。実際来たことないからわかんない。そうだね。はい、今日テーマ配信、あなたの苦手な人ってどんな人、苦手な行動、苦手な言動、はい、もしあればぜひ入れてください。まあ雑談も含めてますんでね、全然もう違う、ことでもいいので、はい、あと出入り自由なんでね、潜って聞いてくれててもいいですし、あの好きな配信者始まったら全然そちらの方ね、遊びに行ってくれても全然構いませんので、ね、また戻ってきてくれても全然いいですから、はい、あの自由にしてください、ね、ここは遊ぶ場所なんでね、そんな規制はないので、はい、好きにしてください、日比さんもないんだね。応援してもらうときは DM 使うのがいいのですか。どうなんだろう、応援してもらうとき DM、 これさ結構僕もイベントやるときとかって、まあ、リアルのイベントやるときとかもよく考えるんですけど、あの巻き込み力だと思うんですよ。要は第1社第2社第3社っているじゃないですか、イベントの主催者第1社じゃないですか、協力してくれる人第2社じゃないですか、これを第3社のただ来る人をいかに第2社の関係者にしてしまうかっていうところがポイントで、だからちょっとずるい話するよ、ずるい話するんだけど、例えばね、あの僕が今募集テーマ募集してるじゃないですか、こういう、テーマトークで配信しますよって前日に告知するじゃないですか。そしたら、
DM くれた方は第3者から第2者になるんですよ。うん。そういうことなんですよ。そしたら、まあ、時間がない人は別として、あのやること分かってて DM 送ってくれたらその方必ず来るじゃないですか、基本的には。うん。だからその巻き込み力なんですよね。だから DM がいいかどうかというよりは、どれだけ巻き込めるかどうかなのかなとは思うよね。あ、ダーコさんもないんだ。初心者なので分かりません。あ、カイトさんだ。カイトさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。カイトさん、どう？沖縄。沖縄はどうですか？天気は。まだ暑い？ 10 月入ったらちょっと気温下がるのかな？沖縄はね。あ、暑かった。俺、10月行ったことある。暑い。10月も暑い。なんか今年の台風すごかったみたいですよね、カイトさんね。僕の花屋の仲間のね、浦さんも言ってました。車がぶっ飛んでたって言ってました。怖いな、台風と思って。DM できたら逆に応援せんかも。ラジオトークの外から連絡はせんでくれ。あー、日比さんそういうタイプね。じゃあ日比さん特に意味もなく1日1通鹿の写真 DM で送ります。それある意味ちょっと嬉しいかな。ちょっとね、あ、毎朝届いたらなんかちょっとほっこりするよね。苦手な人は親のディスりや、自分の不幸話を話して、そんなことないですよと言ったら、あなたにはわからないと言われたもんもん。ああ、わかる。いやー、そうだね。親のディスりね。まあでも若い時はしょうがないかもしれないけど、親の気持ちになれないからね。でもある程度大人になってからの親のディスりを人にするのはあんまり良くないのかなと思うし、まあそのね、親から自分が生まれてるわけですからね。でね、こう不幸話をしてね、その話気を引こうとしたりするっていうのもさっきも出たんですけど、まああんまり良くないよねっていうね。うん。で、あなたには分からないっていうふうに言われるのも、それなら言うなよって思っちゃうよね。要はそういう人ってカマチョだよねっていう話さっきしてて、沖縄涼しい風が吹いて、短い秋を感じて、あ、そう、ちょうどいいですよね、多分ね、このぐらいの時期ね。台風が怖いぐらいかな、このぐらいの時期沖縄ね。DM ではなく、肉ならフルパワーで終える。なるほどね。産地直送鹿のもも肉を送るか。鹿肉嬉しいね、うん、そう、カマチョね、いや、みんなかまってほしいでしょう。あ、ちょっとこれもアンケート取ってみようか。アンケート取っても、あ、まっちゃった。これアンケート取ってみようか。実はかまってほしい。実は言えないけど、かまってほしい。はい、これでもみんな構ってほしいんじゃないの？俺はやっぱり構っては欲しいと思うの。はい、潜って聞いてくださってる方も、もしよかったらアンケートの方ポチッとお願いいたします。実は言えないけど構ってほしい。みんなに構ってほしいかどうか。はい、これ構ってほしいんじゃないの、みんな。僕は構われないよりは構っては欲しいよ。贈呈ですか。送らって。どこやったやつか、聞いてほしいときあるけど、同じ境遇の人がカウンセリングの先生に。毒親。まあ最近はね、毒親。ね、親が良くないっていうケースも結構あるからね。かまってほしいけど、教養はあかん。そうだと思う、俺も。そんなことでって言われたら傷つくから。あー、なるほどね。いや、その、受け取り方はやっぱり人によって全然違うからね、やっぱりね。やっぱり。はい、皆さん、アンケートありがとうございます。実は言えないけど、かまってほしい。75%。はい。いいえが 25%。かまってほしいよね。みんなね。ね。
構ってほしいけど相手による。もちろんそうだね。そうだね。そうだね。構ってくれないと後ろから角で刺して蜂の巣にします。え、ひょうたん島の案件、違う。ライブ配信してる時点で、かまつでしょうよ。収録なら聞いてほしいだけかもだけど。そう。で、かまってほしいよね。みんな一緒だからってのも傷つきます。それもね、受け取り方と言い方とタイミングにもよるよね。同じ言葉でも、伝わり方だったり、意味って違うからね、日本語ってね、難しいよね。彼氏には構ってほしい。家族はそっとしておく。あー、なるほどね。いや、でもさ、構われないかったら寂しいよね。多分ね。だから、その、かまちょが悪いわけじゃないんだけど、構ってくれっていう言い方が悪いんだと思うよね。その自分の不幸話を餌に構ってくれとか、優しくしてくれとかと思うのは良くないよね。ね、構ってもらうために相手に何かしてあげればいいのに、こう構ってほしいからってこう自分を不幸に見せたりだとか、それはあんま良くないよね。構ってほしかったら俺相手に何かいいことしてあげればいいんだと思ってるんだよね。寂しいよね、あちゃんね、寂しいよね。みんなってとこに引っかかるかも。あー、なるほどね。ドンカバチョ、違う、ドンカバチョじゃない。構ってくれないならお菓子や、食べ物に逃げる。あー、なるほどね。チョコパイね。今日ね、買い物行ってチョコパイ買おうかなと思ったけど、結構、328円だったかな。あ、結構いい金額すんだなと思って買わなかった。素直に構ってならいい。あー、コマちゃんが素直に構ってって言ったら可愛いと思うよ。俺が構ってって言っても気持ち悪いと思うよ。ラジオトークにおきましては、鹿の構え方に少し配慮いただけたら嬉しかった。肉は差し上げるので、せめてその構えてる字を下ろしてもらって。エンガチョ懐かしい、ね。あと、トーカー同士で付き合ったと嘘をついて芝居した配信者。あ、そんなのいるんだ。へぇー。何なんだろうね。いや、まあ、それも構ってほしいんだと思うよね、きっとね、きっと。そうだね。いや、だから構ってほしい気持ちはわかるけども、アプローチの仕方が悪いんだね。ガスパチョ、ガスパチョ。下ろせって言ってんだろ。彼氏にはこっち来てって呼んじゃうからな。いや、いいよね。甘え上手な人っていいよね。俺、まあ、比較的甘えるの下手だから、あれなんだけど、まだ銃構えてない、持ってるだけだ。そうね。はい、お便りがまたね、来てますね。はい、読ませていただきます。こんばんは。お酒に頼る人が苦手です。普段は言いたいことを言えないのか、お酒に頼って不満をぶつける。酒の席だから脳幹は私は通用しないと思います。シラフで言えない自分を変えず、お酒に頼っているのがずるいと思います。昔いた会社で、酒癖悪い人をコテンパにしたら、次の日から休んじゃいます。少しは。いや、これね、いや、でもね、まあもちろんね、お酒に頼るのは良くないよ。お酒は、どうしてもね、解決しない問題とか、時間が解決することっていうのも、悩みの中には多分あると思うんですけども、お酒を飲んだからって解決はしないんですよ。気は紛れるけどね。だからお酒に逃げるっていう癖がつくと、あんまりいい飲み方にはならないかなと思うんですよね。でもいますよね、本当に。お酒飲んだ時だけなんか人が変わったように、普段優しいのに、なんで急に怒ってんのみたいな。暴力的になったりとかね。良くないよね。僕は逆にこうお酒飲めって言われるんですけどね。で、前も配信でね言われましたけども、お酒飲んでる方が面白いみたいですね、僕はね。まあ、イコールお酒飲んでない俺は面白くないってみんな言いたいんですね、きっと。残念ながらね。どこ行っても飲まされるんですよね。つまみ食いじゃないから、味見だから、みたいな。
お酒を嫌な時に飲むより、ねぎらいの時に飲むね。そうだね。そうなのよ、ひみつちゃん。俺の、飲んだ方がいいって言われるのよくね。あるっしょ。あるのよ。あるのよ。ありがとう、ひみつちゃん。はい、また次お便りいきますね。リアルでもラジオトークでもきつい言葉とはっきり言うことを、吐き違える人、大声と怒鳴る吐き違えてる人、あー、いるね、いるね。はっきり言うのと、威嚇するような言い方で言うのとは意味が違うからね、威圧する、そうだね、威圧するのと聞いてもらうっていうのはちょっと違う、はっきり言うのは違うよね。うん、あちらのお客様からです。かっこいい。あとバーのカウンターでシュッてやるやつね。あちらのお客様からです。かっこいいっす。ウイスキー飲みたかってきた。ジャック・ダニエル飲みたかってきた。いるね、いるね、いるね、いるね。そうだね。きつい言葉、そうだね。言葉にトゲがあるか、はっきり言うかの違い。だからさ、僕、会社辞めるときとか、もうさ、不満に不満をすごい重ねてる人とかって限界までね、やってる人ってどうしてもこうトゲのあるやめ方しちゃうというかね、なるんですけど、まあ途中で気づいてね、これ以上は絶対関係って良くならないなって思った時点でやっぱりもう考え出したりした方がいいのかなと思いますね。限界まで来るとどうしてもトゲって出ちゃうと思うんで、うん、ゆきさんスルーしてるけど。ガサになるから、ガサになるから、ゆきさん。ねえ。きついこととね、うん、わかるな。はい、次いきます。いい年して理由なく自立してない人は苦手というか嫌いです。そうだね。いい年して理由なく、理由なくね、自立してない人は、理由がある人もいるからね、中にはね。そうだね。お酒は飲んでも飲まれるな、飲まれるくらいなら、タクシーで入って、清掃代金をシラフの時に請求されて青ダメですよ。泣いてもいいですか。直馬さんもスルーしてますけど、まあね、お酒ね、まあ最近若い人ってお酒飲まない方多いって聞いてますけど、どうなんでしょうね。うん、僕はね、仕事で飲む以外はほぼ飲まないかな。うん。そうですね。まあでもまあ酒の力を借りてるところはありますよ、僕も。営業でね。うん。酒でも入って陽気になって相手のことを褒めたりする方が、言いやすいのはある。真面目にさ、例えばがっちりスーツ着て、かしこまった場で、その人を、こうもてはやしたり、大した知識や、ね、その人のことを知らないのにその人を褒めることってできないんで、僕はね、うん、この前の言いました飲んでたね、酔っ払ってたね。うん、若い人ね、飲まない方多いですよね。うん、シラフで請求されるより本人よく分かってない事実があるから請求されるじわじわダメージ、嫌ですね、嫌ですね。それで、あ、半年ぶりに飲んだんだ、そりゃたまにはいいんじゃない。うん、たまにはいいよ、飲みすぎなければね。うん、そうですね。僕はまあ飲んだ方が、僕本当にこう上下関係ってあんまり関係ない喋り方するんで、みんなにこんな感じなんですよ、僕。なんで目上の方とね、まあ周りにも言いますよ。例えばそのあるとある社長さんと飲みに行って、その従業員がいるんだったら別ですよ。それはもう仕事モードでずっと喋りますけど、ね、その社長と対マンでね、1対1で飲むとかってなると、もう僕は言葉は結構ルーズになるっていうか、ね、こんな感じの喋り方するんで、めちゃめちゃ聞き出すんですよ。その人が昔何やってたとか、部活やってましたとか、今最近何ハマってますとか、うん、でそういう話聞くと褒めるポイントって出てくるんですよね。そう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 。そしたら、まあ、シラフの時にそんな話ってなかなかしないじゃないですか。どうしてもか飲みに行くとか飯食いに行ったりしてる時が多いんで、まあ、それでまあ飲んでる時の方が僕はやりやすいっていうのはあるのかもしれないです、ね、お互いがこう気が緩んだところで話ができるっていうね。
だからゴルフとかやるとね、仕事取りやすいっていうのはプライベートで絡むから、心が緩んでる時になんかこうね、絡みやすくなるっていうのがあるみたいですね。ノミニケーションっていうのも、年上から言うと、アルハラって言葉あるのかな、になるのかもって思って、俺からは分かる、響さん、俺も誘わない、そう結局この間も、話、その会社での酒の席ってどう思うって話をしてたんですけど、俺は嫌だねって言って、結局会社で飲みに行っても結局仕事になっちゃうじゃんって、年上の人とか、ね、上司、が中心になってやる飲み会、だったら仕事だからあんまりやる必要ないかなと思うね。それをやるぐらいだったら個人的に飲みに行きたいね。その従業員とか社長とか一人捕まえて差しで飲むんだったらいいのかなと思うんだけど、会社全員でみんなでやる飲み会に関してはもうこれは多分仕事だと思うんで、まあそういうのがないあってもいい時もあるんですよ。例えば業績が伸びて目標達成したとか、その達成感の表現として、じゃあみんなで、ね、頑張ったからパッと飲みに行くかっていうのはいいのかなと思うんですけど、結構ね、僕が今までいた会社では何もなくて飲みに行くとか多かったんですよね。だなんで飲み会開いてんのっていう疑問がすごいあって、でコミュニケーションのためっていうのも理由の一つに入るかもしれないんですけど、コミュニケーションって普段取ってるんですよ、花屋って。結構喋る時間はあるんでね、作業しながら喋ったりもするんでコミュニケーション取ってるんですよ。だからコミュニケーションのために飲み会やるわけじゃないんだから、何のためにやるかって意味は会社でやるんだったら必要なのかなと思いますよね。酒飲み配信したらアルコールで肉柔らかくしてるんですかって言われました。こりゃ一本取られた、だと。そうだった。それは一歩取られましたね。ブレイコーという名のおべんちゃらって、ばあ様に、教えられて育ちました。なるほどね。ブレイコーという名のおべんちゃら、へえ。いやでもそういうもんだよね。ブレイコーって言って本当にブレイコーで言っ、ね、好き放題言ったやつは出世してないと思うね、多分。面白いですね。はい、またお便り来てますんで読ませていただきます。テーマと関連せずごめんなさい。いやいいですよ全然。あちらのお客様からですで思い出したんですが、以前ラジオトークの方がサイゼリアで隣の2人組の女性にデザートでそれをした話をしておりました。女性の気持ちになったら怖いという気持ちと、大爆笑の気持ちが混ざって不思議な気持ちになりました。サイゼリアであちらのお客様からですがやめてほしいと思います。まあね、ご時世もあるからね、今の時代はね、ちょっとあんまり良くないかなと思いますよね。一昔前だったらね良かったのかもしれないですけど、サイゼリアではやめてほしいね。ちょっと今度回転寿司とかでやってみたいですけどね。あちらからですっつってサーモン2貫せめてウニかイクラにしてくれって言われますね。会社の忘年会も休日出勤の手当出るなら行きますと言った若者は確かにと思ってる。そう、いや会社の飲み会は俺の仕事だと思うよね、あれはね。ゆりちゃん目玉飛び出してます。僕だけではないと思いますけど、後輩が自分のことをあまり先輩と思ってない、過去同僚とか、友達みたいな感じなので、飲むに誘っても結構ノリよく来てくれます。ああ、いいね、それはいいね、いいね、いいね、いいね。そうだね、僕もね、あんまり年上だからっていうのは出したくないし、そうだね。そういう関係がこれからはいいのかなと思いますよね。だって年上でもできない人もいれば年下でもできる人もいるし、人だと思うんですよね結局はね。まあ、ただ年上の方が長く生きてる分だけ経験してる回数が多い可能性があるだけね。
うん、経験してない人も中にはいるんでね。なんで一概にね年上だイコール経験できてるわけではないんで、うん、僕はもう最近あれですよ、年下の人に習ってることの方が多いですよ。そちらでやられたくないいやそれはバレちゃう、魚類食べれないからね、なおさらね ただ同僚とか、友達関係でも厳しくするところは厳しくすれば、この関係も成り立つのかな。そうだね、あの今流行ってるのがティール社会、ティール組織、ティール組織だよね、あの上下関係関係ないっていうね、組織が最近流行ってるんですけど、まあビジネスにもよると思うんですけど、まあ、上司とか部下とか関係なくね、自分が与えられた仕事を淡々とこなしていくっていうね、まあ一人一人が責任感を持ってなきゃ、ならない仕事なんですけど、なんでその仕事のね分担がはっきりできてるような会社ではいいのかもしれないですけど、そういうのが流行ってるみたいですね。寿司屋はこう思うそりゃね魚類食べれないのに魚類ばっかり見なきゃいけないからね、あそこまではい、はい、次また DM 来てますね、会社の飲み会は毎回欠席でしたが、当日に、毎回仲良いメンバーで飲み会してました。あーなるほどね、わかる気する、それは本当に。あのさ、これもまたちょっと持論も入っちゃうんですけど、今までの社会っていうか、世界って考え方の違う人間たちが集まって、人に合わせて仕事だったり何かやっていくっていうのが当たり前の世界だったじゃないですか。水分補給ね、ありがとう。飲むわ、コーヒー飲むわ。なんですけど、こうやってSNS だったり、まあ今僕がねよく言ってる、クラスターってね、メタバースの世界ねあるんですけど、メタバースの世界とか SNS とかって距離的なものってなくなるじゃないですか。そういうのがないときって、実際に会わないとコミュニケーションって電話以外取れなかったじゃないですか。だけど、SNS を通じて、ね、そのバーチャルリアリティの、ね、メタバースの世界を通じたりして、まあ、いろんな人とね、距離を関係なく出会えるようになって、自分の考え方と近い人と何かをすることっていうのが可能になってきたんですよね。なんで今までは気の合わない人間とでもグループを作って、やりたくないことでもやりながら生きてきた世の中だと思いますけど、これからは多分その壁っていうのがどんどんなくなってくると思うんですよね。で翻訳機能とか通訳とかがどん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 そっちも進化していくと思うんで、今度は言葉の壁もなくなると思うんですよ。で言葉の壁もなくなったら、まあネット社会ではもう海外の人ともつながれるじゃないですか、出会えるじゃないですか。ただなおさら考え方が違う人間が集まってグループを作るんじゃなくて、同じ思想を持った、同じ哲学を持った人間同士が集まるようになってくると思いますけどね、これからはね。なんで、まあ、今の若い人がその飲み会に参加したくないとか休日出勤出ますかとかそうやって言ってくるのは、まあ、もしかしたら正しいのかなとは思いますよね。そうだね、ね、ひみちゃんわかるよね。ここでは鹿と人間の壁も増えてるんですけどそうだね。いやだってさ、今いる方々もさ、僕がラジオトークやってなかったら出会ってないでしょ多分ね。ね、まあもちろん皆さんもラジオトークに来てなかったらね、僕たちきっと出会ってないんでね。そうだね、だから僕の時代の人間たちは正直こういうのってハマんないんですよ、あんまり。僕の周りもあんまりやってる人多くないんで。あ、恋すぎて銃構えたり、罠を仕掛けたり、する人は、自重してくださいあ、体もなくなるようなね。でもね、そうなんだよね、そういう世の中になってくると思う。どちらかというと体よりも精神の方が大事な世の中になってくると思うよね。
そうだね。なんかその、まあちょっと都市伝説的な話になっちゃうからあれなんだけど、まあ少子化っていうのもあのなんとなくうなずけるというかね。ああそうそう、見た目がいらなくなるっていうのはね、そうだね。まあでも、どうか、まあね、メタバースの世界とか言ったらね、本当にアバターだからね、自分がなりたい自分になれるっていう感覚のね世界になってくるんで、確かにね、そうなっちゃうかもしれないね。でもそこにコンプレックス感じてる人も中には多いんで、まあそういう点からすると、まあね、あるでしょ。だって僕はありますよ。やっぱり僕背も高くないしさ、別に顔も良くないしね、やっぱり顔出しして YouTube もやってますけども、まあ俺が顔出ししても意味ねえよなとか思ったりもするし、出したくないなっていう気持ちもやっぱりあるんですけども、まあ、それは多分皆さんも思ってる方いると思うんですけど、でもそれを関係なく自分の主張をどんどんできるような世の中があれば、嬉しいような気はするんですけどね。そうだね。あ、ゆびおさんだ。ゆびおさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。真夜中のリリーさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。延長チケットありがとう。延長どうしよう、延長どうしよう、延長する、ちょっと聞いてみる、一応延長する、はい、いえ、はい、いえ、間に合うかな。はい、延長しますか。もうだいぶねテーマからは、あ、リーさんいいのいいの、ありがとう、本当にありがとうございますしよう、そうだね、指輪さんも来てくれたしね、延長しようかな、そしたらいや、この間ね、あの指輪さん違うアプリでちょっと遊んでたんですけど、で、あの指輪さんの話になりまして、で僕やっぱ指輪さんのことすごい尊敬してるんですよ、配信者として。ただその方も、あの一緒に遊んでた方も指輪さんのこと知ってる方だったんですけど、あの指輪さんやっぱすごいって言ってましたねすごい面白いこともやるのに、すごいなんか真面目なこともやるじゃないですか。あ、それが結局どっちを取ってもリスナーを喜ばせることなんですよね。だからそういう話をちょっと、あの指輪さんがいないところで勝手に話しましたすいませんあ、100% ですありがとうございますはい、これラスト延長ですね、ラスト延長ですね、これ3時間になっちゃうもんねありがとうございます皆さん。はい、いいんですか僕の配信で。はい、皆さん出入り自由なんでね、もうだいぶねテーマの配信もでも だいぶ出尽くしたかなっていう感じなんで、あ、いいよリリーさん、いいよいいよいいよ、たまにしか配信しないんでね、まだ大丈夫、全然元気。あ、ダンバさんコールありがとうもっと言って指輪さん褒めてくれないからね、指輪さんのところのリスナー褒めてくれないからねでもあれはね愛情ですよね、指輪さんね、本当ね、指輪さんのところのリスナーさんみんな面白いんですよね、本当ね指輪さんいじりがすごい、大好き、ありがとう指輪さんね、ありがとうございます皆さん、本当今日も、はい、今日一応ねテーマね、もう今雑談もしてるんですけども、あなたの苦手な人ってどんな人というテーマでやってます。もしよかったらね、あのコメントを入れていただければ助かります。そしてちょっと言いづらいなと思う方は、名前ねバレたくないなと思う方は DM の方からね、あのいただければ、名前読まないようにして、内容の方だけ私が代わりに代弁させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ゲップです秘密さんね、それね、うん、はい、はい、次また来てますね、お便りが。はい、読ませていただきます、お知り合いの引っ越しの手伝いの帰りだったので、作業着的なラフな服装でススキノのある、某寿司屋に旦那様と行った時、明らかに同伴だなっておじちゃまが、夜のお姉ちゃんに、あんな小娘連れてくるようなあんな男に引っかかったらダメだぞ、お子ちゃまは早く帰っておねんねしなちゃいねって私を見ながら言ってきやがったので、こんな偏見で判断するのは嫌いです
あ、ちなみにその、その時店内にいた方々全員コースメニューだったので、現ナマで全員払ってやりました。金額80万くらい、すごい。まあね、見た目で判断する人やっぱりいますよね。なので僕もだからあんまりカッコつけないようにしているところはありますね。あのカッコで判断されたくないっていうところはめちゃくちゃ強いかもしれないですね、僕ね。これもアンケートしてみますか。見た目で判断しちゃう。まあでもまあ第一印象でみんな決めるっていうのはあるからね。それがほとんどだって言うよね。だからどうなるかな、これね。第一印象が必要ないとは思ってないけどね。よいしょ。はい、潜って聞いてくださってる方ももしよかったらアンケートお答えお願いいたします。見た目で判断しちゃう、はいかいいえかですね。見た目で判断を舐められる。まあね、そうだね。まあ見た目とかで判断、まあある程度ね、年齢重ねるとまあ性格が表情に出るとかそういうのもよく聞く話なんですけども、まあこれ見た目で判断しちゃう、したくないけどしちゃう部分は確かに少なからずはあるかな。でも見た目だけで判断したくないなっていう気持ちの方が強いかな、僕は。いいえかな。そうだね。まあでも決めつけになってるからね、今の DM くれた方の話を聞いたら決めつけになっちゃってるからね。その人のことを何も知らないのに批判的なことを言うっていうね。はい、見た目で判断しちゃうかどうか、はいが50、いいえが 50%、はい、半々ですね。まあみんな同じ気持ちかな、俺と。見た目で判断したくないけど判断しちゃう時もあるしなっていう感じなのかな。格好で判断されたくない、わかる。アイコンが人だったら先入観ありそうだったから鹿になりましたので。そうだね。ナオマさん前も言ってたもんね、確かね。ルナさんも銃構えてますけどね。最近学生と言われて、あんと切れそうになった早朝。早朝出ましたね。そうそうそう、これ無意識にね、そうそうそう、無意識にやっちゃってるとこあるよね、確かにね。いや難しいとこだよね、本当にね、ここの部分はね。そうだね。リアルではその人と喋らん限り何の判断もしねえかな。第三者から何か言われたとしても自分で判断できるまでは決めない。ひびちゃんそれ素晴らしい。僕も噂話ってあるじゃないですかね。自分がその当人のことを、当人と接触してないけども、人からね、あの人ってこういう人なんだよねとかって言われてってあるでしょう。ああいう時俺は本当に話半分で聞いてるんですよね。実際自分がその人と話してみなきゃわからないと思うんで、人の話は話半分かな。自分の感覚を大事にしたいかなと思ってますね。ひみちゃん、総長。総長、総長です。いや、あんまりね、自分で自分のことを優しいって言わないかな。はい、次またお便り来てます。読ませていただきます。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます、来ていただいて。私が2児のママなので、個人的な意見に、なりますが、ご主人とお子様、過去まだ赤ちゃん、が寝ている間に外出して配信、または車の中から配信しているのを聞きました。何考えているのかしらって、いう気持ちと、離婚前または浮気したいのかしらって強く思いました。正直軽蔑します。これ難しいな、これ難しいね。まあ結婚しててお子さんもいるのに、その夜な夜なね、そのまあ車の中で配信したりとか、まあそうやってやる人がまあどうしてそういうことをするのかなっていうのはね、その離婚したいからなのか何なのかっていうね話なんです。皆さんどう思いますかね。
僕は、まあ、自分が結局子供いないんで、自分が正しいかどうかっていうのは全然わかんないんでね、僕の個人的な意見として聞いてほしいんですけど、やっぱ話は聞くんですよ。やっぱ子育てがすごい大変で、特にね、何歳ぐらいまでは大変なんだっていう話はよく聞いてるんで、やっぱりこう育児の色ぜみたいな感じになるっていう方は聞いたことあるんですよね。なんでまあ、ラジオトーク内でも結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、主婦の方で、要は家にいればパパママね、役割なんですよね、子供いると、でそこにやっぱり少なからずストレス抱えてる方もいて、でも配信上では一、ね、人間として見てくれるわけじゃないですか、みんな聞いてくれるわけじゃないですか。やっぱりこうどこどこのお母さんとかどこどこのお父さん、何々ちゃんのお母さん、何々ちゃんのお父さんね、何々さんの嫁、何々さんの旦那とかね、そういうなんかこう自分個人っていうものが消されて、もうなんていうの、役割で生きていくような感覚になっちゃってストレスが溜まってるっていう方も、いらっしゃったんですよ、聞いたことあるんですよ。だから僕は、まあ、もちろんね、ストレスたまらないで、本当にそういう配信とかもしないでね、家族とね、ずっとそういう時間も一緒にいれれば、本当は理想なのかもしれないんですけども、もしかしたら、ストレスが溜まってて、なんかちょっと解消したいと思ってるのかもしれないですよね。難しい問題だよね。なんか俺がと言ってるのが正しいわけでもないし、みんながみんなそういうわけでもないと思うんで、なんとも言えないけども、もしかしたらそういう人もいるのかもなと思いますね。難しいですね。最近飲酒運転の検問に遭遇した、旦那様が未成年連れ出し、条例違反でパクられそうになりました。ああ、はい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 。車内には私しかいませんでした。はて、キャラメルコーン食べてましたか。ルダさんが未成年だと思われたのね。やっぱ実際ね、ルナさん写真でしか見てないからさ、わかんないけど、まあ若くね、めちゃくちゃ見えるけど、実際どうなんだろうって。キャラメルコーン食べてたからなおさらそう見えたのかな。でも大人だってキャラメルコーン食べますよ。奥さんや子供ほっといて配信ばかりはあかん気がする。奥さんの気持ちも考えてほしいかな。だからそこのね、家庭がどういう家庭かっていうのが正直わからないから、なんとも言えないし、その人がどういうね、性格なのかもわからないんで、なんとも言えないんですけども、まあ、そうだね、まあ、ラジオトークの中でその出会いを求めて、やってる方もいるのも事実で、まあ、いい人がいたら乗り換えようって言ったら言い方悪いですけど、っていう方ももしかしたらいるのかもしれないですね。でも人によるかな。ナンバルの奥さんどこですか、探してんのね。でもなーしかいないからな、あんまりな。奥さんだろうか旦那さんだろうか、自分の時間を確保してやってほしい。ああ、そうだよね、日比さんね。日比さんはね、やっぱりわかるよね。そうなんだよね。もちろんね、理想としては多分全て家庭に注ぐのが理想は理想だと思う。でもそれで壊れていく人も見てきたんで、なんとも言えないかな俺はね。理想と現実の違いっていうのはやっぱりみんなそれぞれあるんじゃないですかね。僕もあるしな、やっぱり。その溜まったストレスをじゃあどこにってなった時に配信で解消できるんだったらそれもありなのかなとも思うし、逆にそのストレスを家庭にぶつけてしまう人もやっぱ中にはいるわけで、そうなるとまたそれはそれで問題なのかなと思いますよね。難しいですね。生の奥さんはどこですか。トットちゃん。メスジカさんいませんか。偉大ですね。今のとこ見たことないですね。そこは家族の問題だから。そうだね、家族は家族でルールあるからね。あ、そう、指輪さん、それぞれのケースですもんね。だからね、一概になんかこうしたらいいっていう答えはなかなかね、第三者が見つけれるわけではないような気がするよね。難しいよね。
人間さんでもいいですよ。ただし、猟銃の罠は帽子ただ子供ほっとくのはあかん気がする。それはわかる気がするね、ゆみちゃんね。そこだけは我慢してほしいっていうところあるよね。うん、あ、すみやさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。お久しぶりです。元気したすみやさん。はい、あくまちゃんいい声ありがとう。そうですね、今日のテーマ、はい、あなたの苦手な人って、どんな人っていうねテーマでやってます。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいことは DM からも匿名で受け付けてますんで、どうぞ DM の方もよろしくお願いいたします。幼少期は、パパにたくさん、かまってほしい。あー、うん、なんかそれでなんか愛情が変わるっていうよね、大人になった時のね。うん、あすこぶる元気、よかったすみやさん、よかったよかった。お便り来てましたね。はい、読ませていただきます。リアルに苦手な人は、謙虚さがない人です。仕事ができる人で自分が好きな人は一様にみな、謙虚な人だと思ってます。成功を自分だけのものとせず周りの人の支えに感謝できる人が好きなので、SNS によくいる、バズりたい、有名になりたい、フォロワーを増やしたいと成果を前面に出している人はちょっと苦手です。なるほどね。これね、謙虚って大事なんですよ本当にね。人気が出れば出るほど、多分有名になればなるほど謙虚にならなきゃいけないもんだと思うんですよ。私の旦那さんのストレス解消法、えげつないです。私に店の売れ残りのスイーツを持って帰ってきて、食べさせてそれを見る。だそうです。えげつない。怖いっすね。自分が食べるんじゃなくって食べさせるのね。それを見るのがストレス解消なの。ルナさんが大変っていうね。美味しいけど大変ね。そう、すみません。俺も全然元気だよ。ありがとう。あ、ひみちゃん謙虚だね。そうだね、ひみちゃんってなんか変に着飾ったりしないもんね。なんか知ったかぶりとかしたりもしないし、あ、これ謙虚すごい大事で、僕、まあ、札幌にいた頃とかいろんな会社のね、やっぱ社長さんと飯食いに行ったりとか飲みに行ったりとかすることあって、まあ、いろんな人と話してたんですけども、やっぱりこう従業員数が少ない社長さんの方が偉そうにしてる方は多かったかも。全員じゃないですよ、もちろんね、全員じゃないですよ。その確率が高かった。だけど従業員数が多くなればなるほど、その社長さんって僕よりも全然年上で、全然僕なんてガキンチョの時だったのに、それでも敬語で、対応してくれたりとかするんですよ。あの時すごい不思議だったんですよ。なんでこの人の方が大きい会社でみんなが知ってるようなね、立派な会社の社長だったり役員やってるのに、僕みたいなどこぞの誰ともわからん人間に対して敬語使ってるのかなって思うんですよ。だけど多分そういうことなんだと思う。めちゃくちゃ謙虚か謙虚じゃないかっていう話なんだと思うんですよね。これはめっちゃ聞きたいんですよ。謙虚と、カマチョのバランスって難しくないですか。謙虚とカマチョのバランスどうだろう、皆さんどう思います。謙虚とカマチョ、どうなんだろうな。謙虚大事だよね、自慢やないけど。謙虚すぎると目に留まらないし、カマチョすぎると、嫌悪されるし、ちょっと待って、俺ってカマチョ。ちょっと聞いてみ、ちょっとちょっとアンケート聞いてみよう。基準が分かんないから。太田はカマチョだ。はい、聞いてみなきゃ分かんないよね。俺は自分でそんなにカマチョじゃないと思ってるんですけど、みんながどう思ってるか分かんないからね。はい、潜って聞いてくださってる方ももしよかったらポチッとお願いします。太田はカマチョだ。僕がカマチョかどうか、まずこの基準をね知っておいた方がいいかなと思って。難しいよねこれね。謙虚というか人見知りが勝ってしまう。バエちゃんはね、人見知りもわかるね、ひみちゃんね。安心したんで寝ます。おやすみなさい、またゆっくり行きます。すみません、ありがとう、来てくれて。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。SNS が発達してから有名になりたい人が増えたから、そこには謙虚さは通じないのか、謙虚さは感じないな。なるほどね。はい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 。
ああ、それはあるかな、俺も。ああ、言われてみればそうかも。考えたことなかったけど。謙虚だなとは思わないよね。確かにね。かまちょっと謙虚は違うよね。人間は誰しもかまってほしい生き物の気。あ、いや、いいえなんて安心しました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうっすね。どうだろうね。でも僕がカマチョじゃないってことは、心地いいカマチョで研究。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、謙虚ですかね、僕ね。これも聞いてみよう、一応。一応聞いてみよう。あ、ちょっと待って、さっきの結果発表を言っとくね。太田はカマチョだ。はいが、25%、いいえが75%ですね。ちょっと、太田は謙虚だに、ちょっと聞いてみましょうか、そしたら。あれ、間違った。アンケート。太田は謙虚だ。太田は謙虚だ。はい。自分ではね、わからないかな。自分ではできる限り謙虚にしなきゃいけないとは心がけてはいるけども、行動的にそれが謙虚になってるかどうかは、周りの人がね、どう思うかによっちゃうんで、正直わかんないんで、ちょっと皆さん、協力の方、よろしくお願いいたします。どこまで読んだっけ？かまちょっと、人間は誰しもかまってほしいね。僕は謙虚だ。バリちゃんは謙虚だよ。謙虚だけども、芯は持ってるかな。譲ってるわけじゃないかな、バリちゃんはね。かまっては自己主張な気はする。これどう？皆さん、かまってって、かまって、私のことかまってっていうのは自己主張になるのかな？自己主張だよね、多分ね。あ、はい、71%、いいえが28.6%。ありがとうございます。謙虚に見えているんであればよかったです。はい。でも見えない方もいるんで、もうちょっと気をつけます。ありがとうございます。なるほど。そしたら僕は、カマチョじゃなく謙虚な人間っていう感じなんだね。皆さんから見えてる部分っていうのは。そうか、そしたら 基準にならないか。カマチョかカマチョじゃないかって言ったら、僕もやっぱかまってほしい部分はありますね。ありますね。正直ね。だけど、僕のことをかまって、皆さんがかまってくれるかどうかっていうのは、僕が皆さんに何をしてるかどうかだと思ってるんですよ、考え方としては。だ、僕がやってることが皆さんの何かのためになってたら、皆さんは多分僕のことをかまってくれると思うんですよ。何らかの魅力を感じてくれればね。それが本当ちょっとしたことでもいいし、優しいだとか、その配信のね、テーマがいいだとか、声が好きとか、何でもいいと思うんですけど、何かこう皆さんにこういいものを提供しているんであれば、多分みんなが僕のことを構ってくれるんだっていう僕の考え方なんですよね。自分のことより他人のことを考えてしまう。バレちゃんわかるね、それはね。バレちゃんはそうだね。バレちゃんは必ず一歩引くもんね。バレちゃんは謙虚だね。数ある鹿の中ではカマチョですね。じゃなきゃ、言語勉強してラジオトークないし、SNS やってないですか。その通りですね。太田さん、有名トーカーさんって言われるたびに、来てくれるリスナーのおかげって言ってるから謙虚だと思う。いや、だって、僕自身大したことやってないですからね。僕はテーマを考えてるだけなんで、そのテーマに対して、皆さんがご意見を言ってくれて、それをみんなが、勉強になったって言ってくれるから、僕のところに人が集まってるだけで、僕の力なんてものは、そのテーマを考えるか考えないかぐらいなだけなんですよ。 僕がすごいわけじゃないんですよ。みんながすごいんですよ。みんながナイスコメントとか、ナイス DM くれるんですよ。はい。それで、人が集まってるだけなんで、そうなんですよね。僕自身の力が大きいとは思ってないんですよ、実は。はい。皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。でもね、みんなが喜んでくれるのが僕はとても楽しいですね、正直ね。はい。はい、お便りの方、また行かせていただきます。はい。ラジオトークでよく、自己肯定感を上げたい。
とか、自己肯定感を上げなきゃってよく聞くのですが、上げるのは良いことだと思うんですが、自己肯定は、内に秘めておいてほしいな。それを口に出すと単なるうざいやつなのよ。俺は自己肯定感の塊だみたいな人って自分を盛り上げてるだけであって基本的にうざい人ですその通りですね、はい、その通りですね。自己肯定感上げたいね。自己肯定感はうちに秘めてるもんだと、うちに秘めなきゃダメだと思いますね。うん、だってそれって周りが自分に対してどう思ってるかでしょ、自己肯定感って多分。なんで自分で上げたいって主張するものではないよね。自分がやったことに対して結果として自己肯定感が上がったかどうかっていうあれだよね。あなたの自己肯定感上げるためにコメント打ってるわけじゃないですよって話だよね、きっとね。いや、めちゃめちゃなんか今日盛り上がりますね、今日盛り上がりますね。かまってって言ってますけどね、まさに。自分でかまとかもしれない、謙虚になれてないかもしれないって気づいたり考えたりする人なら、バランス取れてると思います。うん、そうだね。自己主張多い、みなみなさん。かまって。あ、自己肯定感主張してる？いや、俺、みのみのさんが自己肯定感を主張してるとは思わないよ。うん。めちゃくちゃ面白い話を提供してくれてるなっていうふうに思ってますけどね。盛り上がるね。すごいね。どうしよう。延長、もう12時。皆さん大丈夫？時間。どうしようね。まだお便りもね、まだ来てるんだよね、いっぱいね。あ、わかるみーさん。アホみたいになれる人ね、謙虚だと思うよね。わかる。自分からバカなことやれる人って俺素晴らしいと思うね。そう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 。自分がバカになると、相手もバカやりやすくなるのよ。ああ、そうなんだよね。特に目上の人とかがね。目上の人がカチッとなんか真面目な話ばっかりしたら、あ、自分も真面目な話しなきゃとかって思っちゃうから。上の人が率先してバカなことやって、やりすぎたらちょっとあれ引くけどね。やってくれると、溶け込みやすいのはあるよね。みのみのさんは自己肯定感じゃなく、元気を無料配布。その通り。その通り。みのみのし、主張しすぎてるときは、鹿が止めに入るから、心配なし。アホにあんと。またいつでもアホ言ったるからね。ひみちゃんが、ずっとケラケラ笑ってるのもずっと謙虚だなって思って。あー、そうだね。みーさんいいとこ気づいたね。そうなんだよね。これね、実際喋るだけじゃなくてコメントでも謙虚さって伝わるよね、ほんとね。いいですね。サンキューサンキュー。はい、お便りいきますか。お便りいきますか。はい、いきます。こんばんは、こんばんは。ラジオトークにも言いましたが、下ネタしかコメントできない人が苦手です。以前リアルで、似た人がいて、女性から相談を受けたので、その女性も含めて直接会いました。性欲の発散方法として、風俗やクラブ、キャバクラを提案して、今から俺と行くと言ったら土下座されました。そこから下ネタはなくなりました。一緒にキャバクラ行きたかっただけだったのですが、その人は普段女性と話せなかったようです。こういう陰キャで人に迷惑かける人は嫌いです。そうだね。原因がそれだとちょっとまずいよね。だからね。陰キャなのは陰キャなのでしょうがないし、まあ、変えようと思えばね、変えれるところはあるような気がするんですよ。まあ、それこそ、ね、バリちゃんとかね、バリちゃんいいよね。バリちゃん、それこそメタバースでね、一緒に遊んでるんですけど、まあ、バリちゃん、それこそね、人見知りだとか、コミュニケーション取るの苦手とかって言ってんだけど、クラスターの世界で、バリちゃんね、普通に声かけてますからね、新しい人にね。えって思うかな。俺が驚くから、バリちゃん声かけてるみたいな。フレンド申請送っていいですか？うん、バリちゃんが、バリちゃんが積極的だと思って。だから、変わろうと思えば変われる部分もあるんですよ。最初1年前バリちゃんと会った頃、バリちゃんそういう子じゃなかったような気するもん。やっぱ1年経っていろいろ経験して、1年だけでそうやって積極的にできる部分がやっぱできてきたりして変われるんですよね、本気で思えばね。気をつけよう、下ネタ。あんまり俺響さんが下ネタ言ってるイメージないけどね。鹿の角に関する、コメントしたら、鹿の角、下、下ネタじゃないよねと言われました。これは、こじらせすぎて。それはそうですね。その方の想像力で問題だしですね、それはね。
これは響きさんが、私に一言言いたいと思ってるな、エロジジを許す秘密の島は気をつけ。あーでもね、女性が下ネタ言っちゃうとそれに食いついて男性が輪をかけて下ネタっていう可能性はあるからね、それをこう裁けるんだったら別にいいと思うんですけど、自分が嫌じゃなければいいですけどね。指輪さんにそこは引き出されました、人のせい夜の大人クイズとかやってるからいや、まあそこをはっきりと、なんていうんですかね、エンターテインメントとしてやってる部分ではいいんじゃないですか。それをこうなんかこうなんていうんですかね、なんていうの、こっそりというかいやらしい感じに周りが思うとダメかなと思いますよね。あ面白いな。あ、ちょっとまだお答え来てますね。延長どうしよう、延長どうします。まだね、実は全然読めてないだよね、全部ね。はい、あのデイリーは自由なんでね、本当に、もう遅い時間になってきたんで、全然寝てくれてもいいし寝落ちしてくれてもいいしお任せしますんでね、はい。ただまあなんかね、この時間になってからまたちょっと人数が増えてきたんで、まだ興味ある方いれば、まあ多ければもうちょっとぐらいやろうかな、ちょっと悩んでます。はい、一応結果を待ちます。響さんも指輪さんも、下ネタを好きなんて嫌だキャーってやってますけど、右から左受け流す、はいいですね、いいですね。優勝ルナさんだった、あそうなんだ、ルナさんだった、あひびちゃん延長してほしいな秘密ちゃんと一緒にいる時間が長いのよバリちゃんと昨日ね、違う配信アプリでカラオケの配信をしてたんですよ。でバリちゃんもいたし、ひみちゃんもいたんですけど何時間やってたっけあれでめちゃめちゃ 100% ありがとうございますもう一回しましょうかもう一回しましょうか、延長ね。そうですね、はい、ありがとうございます。いやー、みのみさんありがとう、本当延長チケットいつも本当ね、言葉の重みを理解してない方は苦手。わかるねーこれね昨日ねバリちゃんともその話ちょっとしたけども、特にね目上の方ね、言ってることがコロコロ変わる方っていますよね。昨日言ってたことと今日言ってたことと違う方ね、ね、困るよね。自分の言葉一回言ったことはやっぱり、まあ、男に二言はないみたいな言葉もありますけども、まあ、できる限りね、あ、指輪さんも延長希望だったのでありがとうございますそう、ルナさんだったみたいよ、優勝はあ、心地よく出た。コマちゃんもね、カラオケ配信来てくれててここでは歌わないけどね、その配信アプリでは結構歌ってますね。昨日何歌ったっけね、あ、ありがとうございます、パチパチ。リーさんもありがとう。あ、みのみのさん、今度教える教える教える。そう、気づいたら3時だったよね。めっちゃ楽しかった。あ、そう、昨日洋楽シリーズやったんだ、洋楽シリーズ。洋楽なんて、ふんふんふんで歌えば歌えるよ、つって。みんなで洋楽歌って。あ、肉まんぱんさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。はい、今日はあなたの苦手な人ってどんな人っていうテーマでやってますんで、もしよかったら、ご意見聞かせていただければ助かります。よろしくお願いします。男は二言じゃなくて、遺言だけにしてください。そうだね、それ大事ね。皆さん、そこ大事ね。遺言ちゃんと残しておかないと、財産分与とか大変だからね。遺言はね、大事です。予約盛り上がったね、昨日ね。レッド・イット・ビーね。レッド・イット・ビーね。では、明日ヘンドでそろそろ失礼します。太田さんに、久々に鹿に構ってくれてありがとうございます。ゆっちゃんも遊んでくれてありがとう。ナーマさんありがとうございました。お疲れ様もありがとう。アシストもいつもありがとう、ナーマさん。仕事頑張ってください。ありがとう。おやすみなさい。いやー、やっぱ久しぶりに配信するもんですね。やっぱりね。こうやって、もうだいぶ皆さんとも長い付き合いになってきて、本当に。ね、もう本当に飽きずに来てくれるのが本当に嬉しい。そしてたくさん意見、DM。
本当に嬉しい。で、新しい方もね、結構 DM くれてるんですね、きっとね。本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで成り立ってる配信でございます。本当に感謝しております。はい、また DM が来てます。はい、 DM 読ませていただきます。持論ですが、謙虚は、我を出さないことでは全くなく、わがままではなく、その場をうまく回すために最適解を見えていることが謙虚な人。ああ、なるほどね。なので時には持論を前に出すことも謙虚な人であり、言い方で一つ考え方で、何々とか一プランとして何々と言えるかどうかだと思います。かまってちゃんは、わがまま通りに進んで自分が流れの中心にいないと気が済まない人であって、自分を見て欲しかったりするのは相手のことを考えて発言している場合がほとんどなので、自己主張であってかまってちゃんではないと考えている。あー、なるほどね。謙虚は我を出さないことではないんだね。わがままでもなく、その場をうまく回すための最適を見てる、見えてる人ね。はあ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 、が謙虚な人ね。なるほど、これいいね、わかりやすいね。謙虚、なんか今の DM でね、ちょっとヒントあるんですけど、謙虚って人の話聞くことだね、まず第一に。人の話聞かない人って謙虚に絶対思えないもんね、考えたらね。自身がああいう世代を男性で、そろそろいろいろきつい面も、多々あると思うので、苦手だと思われるたびに学ばせていただいてます。はい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 。そう、僕ももういい年なんで、40代なんで、もうやっぱ周りからこうさ、言われることってなくなってくるんですよ。なんで、でも完璧なわけないじゃないですか、自分が。だからできればその本当に成長したいなと思うし、人に不快に思ってほしくないなと思うんで、まあ努力で直せる部分は直したいなと思うんですよ。で、言ってもらえると一番いいんですけど、言ってもらえない年になってくると自分で気づかなきゃならないんですよね。収録にもちょっとあげたんですけど、なんでこうやってなんか皆さんが苦手だなと思う行動だったり仕草だったりね、発言を聞くことで、まあ、自分自身も反省するんですよね。あ、俺そういうこと言ってたかもとかあるんで、本当めちゃくちゃ勉強になりますよね。まず相手を立てる人謙虚。そうだね。聞くのと聞くのも、違いある。深い、バリちゃん深い、深い。傾聴するってことかな、聞く。自分もそんな風になりたいな。謙虚、そうだね、謙虚はやっぱり人の話を聞くことかな。できてるかどうかはわからないですけども、僕はやっぱりその相手の個性を引き出したいなって思うんですよ。どうですかね、皆さん。僕とコラボしたことある方ね、中にたくさんいらっしゃると思いますけども、まあコラボしてくれた人に気持ちよくなってもらいたいですよね、僕はね。なんでその普段ね、配信ではなかなか自分から言い出せないようなことを僕が引き出してね、自然に話ができると、まあコラボに上がってくれた方も気持ちいいでしょうし、リスナーの方もね、普段その人が言ってないことを聞けて嬉しいのかなと思いながら、その人の良さを引き出すっていうことを一応気にはしてるんですよね。あ、こまちゃんいい声ありがとう。あげるとあげるの、違いみたいですね。違いますね、それは。それは違いますね。聞くはできる方多いけど、聞くの方をできる方は少ない。これってどういう違いなんだろう、バリトン。難しいな。理解するってことかな。ラジオトークっていろいろな意見あって勉強になる。勉強になるね、ほんとね。なんかこういうのってほんとさ、ある時急に必要になるんだよね。これ今聞いといてさ、今すぐそれが必要かどうかって分かんないけど、どっかでさ、新しい人と出会った時に、あ、この話って前ラジオトークで聞いたぞみたいなさ、その蓄積されてるこう情報の中でいきなり引き出される時ってあるんだよね。
自分はあまりコラボ配信ってしないけど、太田さんとコラボしたくて声をかけました。でいや、ありがとうございます、ゆめさん。楽しかったですね。またやりましょう、ゆめさんね、コラボね。また僕もたまにフリーコラボやろうかなと思ってるんで。フリーコラボ楽しいですよね、ほんとね。そう、引き出したいんですよね、ほんと。塗ると手を上げるか、カラッと上げるか。その違いね。お便りね、ちょっとまだ読んでないのあるからね。あ、いましたね。バリちゃんがさっき言ってくれた、似てる発言されてる方がいましたね。はい、読ませていただきます。自分の発言に責任のない人っていますよね。俺そんなこと言ったかみたいに言われると本当呆れます、うん、これ同じだね、バリちゃんが言ったことですね、うん、はい、次いきますね。相手に対して思いやりのない人嫌いですね、いつも気を使うのも疲れますが、使わなきゃいけないところは使ってほしい。そうだね、気を使わないんじゃなくて気を使えないじゃ困るよね。気は使えるけども、この場面で気は使わないっていう選択ができるのがいいと思いますけど、気をもうそもそも気使えないっていう方はちょっと、難しいかもしれないですね。聞くはただ聞いて、相槌とかもないんだけど、聞くは、傾聴は相槌や相手の立場を考えて、聞くこと。ああ、なるほどね。さっきね、それも出てたね。その、相槌しない人苦手ですっていうね、あの方もいましたけど、ね、いますよね。相槌しない方とかね。ラジオトークでもコラボ上がって話してて、なんか話しててもなんかこう、あ、はい、はい、そうなんだとかって言ってくれない人って結構いたりしますよね。多分この人聞いてんのかなとか、喋ってる側はね、面白くないのかなとか、苦手なのかなとかって思っちゃうよね、正直。あ、ちょっと、どうだろうね、僕とコラボしてくれた方々の、どういう反応なんだろうね。僕とコラボ、とコラボは、楽しいですか？にするか。あと今、はい。これコラボしてくれた方限定になっちゃうかもしれないけど。これちょっとね、知りたかったね。はい。もしよかったら、潜って聞いてくださってる方も、僕とコラボしたことある方、もし いらっしゃいましたら、ぜひ、アンケートお答えお願いいたします。僕とコラボ楽しいですか？いいえだったらもう二度とコラボしないわ。まあ、そんなことはないですけど。ね、ゆみおさんまたやりましょうね、コラボね。楽しい。ひみちゃん楽しい。気を使ったことないですね。元気玉とか、キエンザンとか、ドドンパとかですよね。元気玉ね。気を使うのね。その気ね。楽しい。嬉しいですね、ひみちゃん。そうだね。まあ、多分、ひみちゃんとその転生する前にコラボを結構したときに、ひみちゃん結構すっきりしたもんね。最初悩み配信してんだけど、俺とコラボした後めっちゃスッキリしてるもんね。あー楽しい、はい、ありがとうございます。 100% ありがとうございます。よかった、はい、またやりましょう皆さん、コラボね。 100% でしたね。いや、わかんないですよ、指輪さん、もしかしたら指輪さんしか押してないかもしれないですから。もしかしたら指輪さんがはいを押しただけなのかもしれない、うん、他の人誰も押してないのかもしれないですね。はい、僕とコラボ楽しいですかっていうね、アンケート。はいが 100% で。はい、ありがとうございます。信頼してたから旦那はコラボした。いや、ありがとう、ひみちゃん。信頼関係は大事よね。こういう配信でもね、SNS でもね、やっぱりね。しんべさんのとこなら誰とコラボしても、切ってても面白いんだよな。ああ、ほんと、ひみさん、嬉しい。たまにね、やっぱり、難しいなって思う時はあるんだよね。僕はいいんですけど、僕は2人で話してる、上で話してるからいいんですけど、リスナーさんが楽しいのかなって思う時はやっぱりあったりして、気になってたんですよ。でもよかった、そうやって言ってもらえて。指輪の歌を聴きたいですかってアンケート、50人以上いたのに聴きたくない 100% だった。さすがですね、指輪さん。
目飛び出ちゃうね、指ちゃん。伝説の男ですね、指輪さん。さすがです。さすがです。はい。あれはネタなんだよ。そうなんだよね。そうなんだよね。ネタなんだよね。あれはもう 100% 取りに行かなきゃならない状況ですよね、ゆきさんね。めっちゃおもろ。シシとのコラボは楽しいし、自分の意見が、言いやすかったり、違う意見が、知れるから勉強で。ありがとう、バリちゃん。そう、引き出したいんだよね。だから多分ね、バリちゃんと俺はね、本当に相性がいいと思うね。うん、バリちゃんが多分喋るの苦手でも、俺が、聞くとバリちゃんは何でも答えてくれるから、うん、バリちゃん答えないことってないもんね、逆に俺が聞いてもね、うん、でなんか変にカッコつけたりもしないから、なんか分かんないことは分かんないってちゃんと言ってくれるし、うん、ねえ、ペイペイの使い方分かんないって言ってくれるしもう分かるようになったけどね、バリちゃんね。むしろ一択の振りなんだよ、そう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 、そうなんだよね。もう、ね、アンケートの必要ありますかっていう。愛されてますね、指輪さんは、ほんとね。よし、ちょっとお便りまだ読んでないの。いや、今回ちょっと全部読めないんで、申し訳ないんですけども。はい、行かせていただきます。こんばんは、ご無沙汰しております。一人称私僕ではなく、自分の名前で言ってくる人が苦手です。タレントで例えるなら、指原さんね、指原はといった感じ。殺意すら覚えません。あ、読んじゃった。読まなくていいですって書いてましたけどね。あー、なるほどね。自分の名前での人ってどうだろうね。自分の名前で自分のことを呼ぶ人ってどう、好き嫌い、あ、アンケートする、アンケートしてみる。自分の名前で、自分の名前で、自分の名前で、あ、自分のことを名前で呼ぶ人、名前で言う人、人好き、はい、いいえ、いい、いいえ、はい、はい、自分のことを名前で言う人好き。まあ、僕の場合だったら新平はっていう感じね、太田はとかっていう感じね、言わないね、男はね、大体ね。配信上では俺か響きで言うな、リアルでは、俺一択だけど、俺って言う人、好き、女の子で。あー、そう、人の名前で自分のことを呼ぶよりかはいいかな。まあ、それはそうなんだ。それ他人だからね。自分のことじゃないからね、ゆめさん。面白いですね。これも面白いね。結構いるよ、女子に多いよね。まあ、配信上とかだと、違うかもね。それがネタだったりもするからね。あ、そんなんでもないな。自分のことを名前で言う人好き。はいが 33.3%。いいえが 66%。ああ、結構嫌いってことか。自分のことを名前で呼ぶ人のことをあんまり好きじゃない人が 66.7% だね。たまに私と。そうなんだね。おー、これは面白いね。嫌われた。僕は僕って言うようにしてます。はい。結構僕はきついこと言うときあるんですよ。普段ね。もう言わなきゃいけないなっていう局面ってあるじゃないですか。結構きついことを言っちゃうタイプなんで、できる限り、普段は丸い言葉を使おうと思ってるんですよね。なんで、まあ、俺っていうのも出ちゃうんですけど、基本的には俺なんですけど、僕を使うようにはしてます。自分呼びは配信に来てから、辰巳書きます。コミュニケーションが円滑、配信だからこそ、になるためだと感じました。
自分呼びね、自分はっていう人いますよね。そうだね、まあ仕方ない。自分は、そうだね、僕はっていうと、まあ、弱々しく感じちゃう時も、あの、まあ、キャラにもよるんでしょうけどね、あるんで、だからたまに多分僕も俺って言うんだと思いますね。なんかそれでやっぱり印象って変わりますよね。そのさっき言ってたさ、あの謙虚か謙虚じゃないかっていう話も、あの僕っていうのと俺っていうのとでは、その謙虚かどうかの感じ取り方って多分違うような気もするんですよ。その辺も考えて僕を多く使うようにしてるのはあるかもしれないですね、僕の中でね。自分の名前であれって、群衆環境にいた、人だと、名字など、私や僕や俺の代わりにする場合があるので、一概に悪いとは言えない立場です。ああなるほど。あ、舞工業芸工業ね。あなるほどね。あそっかそっかそっか。名前で自分を、指すのが癖になるよう教育するので、プライベートでもついててしまう。あ、そういう世界もあるのね。ああなるほど、勉強なったわ。へえ、そういう業界なんだね、舞妓さんとか芸妓さん。いろんな考えあるよね、ほんとね。まあ許される人と許されない人はいると思うよ。その女の子で自分のことを自分の名前で呼ぶのね、それが可愛いなって思う時もあるのは確かで、逆にはと思う時もあるのも確かです。だから結構諸刃の剣ね。自分は、たまに指寄って自分で言ってますけど、実は本名じゃないです。いやそうだよね、そうだよね。山田指寄さんじゃないですよね。そうですね、俺も自分で新平はって言わないですね。恥ずかしいっす。恥ずかしすぎるわ。まあ今度そういう枠やってみますか、自分の名前をね、一人称で、つけて喋る枠っていうね、はい、めちゃめちゃ気持ち悪い感じになっちゃいますけどね、きっとね。はい、お便りあとはあるかな、まだあるんだよね。ちょっとね、最初の方に来てたお便りがね、まだ全然読めてないんですよ実は。これを読んだね、メンバーシップの始めましたね、弱者をフリッカー出して、これも読んだっけ、館から茶化してくる人いたね、マイナス発言読んだね、相づちやリアクション、あ、これ同じですね、前さっき、序盤に出た方と一緒で、今日も拝聴させていただきます。苦手な人はずっと一人で喋っている人かな、相づちやリアクション間も与えないぐらい話すのに、聞いてるって言ってくる人はリアクションも、あ、これ読んだか。次いきますね、何でもかんでも人の話を否定する人が苦手、こちらが話しているのに、でもさ、それはさ違うよなど、話の途中で入り込んでくる人は元苦手ですね。嫌ですねこれね。はい、次いきます、褒めてもらいたいとか自分を上げてほしいとか、相手にもらいに行くようなことをしてくる人は苦手かも、今で言えばそれが自己肯定感上げるってことなのかな。そうだね、自己肯定感を上げたいからもらいに行くんだろうねきっとね、褒めてほしいみたいなね。なるほどね、いるね。自己肯定感ってどうなんだろう、俺ねいまいちよく分かってないんですよ。意外とドライなのかもね。まあ褒めてもらったら嬉しいんですけど、褒めてもらったら嬉しいですけど、やっぱりお世辞もあるじゃないですかね、なんで、あんまり気にしないかな。嬉しいけどね、嬉しいけど気にしすぎちゃいけないものだと思ってますね。まあ逆に言えばそのアンチ的なコメントが来たりとかアンチ的な DM が来ても多分まあそういう人もいるよねっていう感じにはすると思います。だからといって向上心がないわけではなくて、いい配信はしたいなとは思ってるんですけども。指原の場合 AKB の中にいた方なので、そのパターンが強いんだろうなって。ああなるほどね、自衛隊や体育会系もそうで、例えば山本行きます、ああなるほどなるほど、山本にやらせてくださいとかが、日常だと、男性でも山本は大丈夫ですとか言うようになるんですよね。
まあ、立ち上がりのは、計算上、うん、そうだね、あれは計算だよね、あれは、役割だと思いますね。うん、あ、アムロ行きますはどうなんだろうね。アムロ行きますって言うよね、アムロくんね。あれはどうなんだろうね。アムロ行きますね。自己肯定感を人にあげてほしい人、カマチョ。あ、そんね、お世辞だなって思うとこあるよね。で、式もあるのかな。そうだね。これもさ、難しいよね。これも仲いい人と話することあるんですけど、自信があるかないかっていうのもちょっと似てるよね。自己肯定感が高いか低いかにもよって、周りはその人を称賛してるのにその人自身は自信がないとかね、その逆もあるしね。周りはそんなにあなたのことを認めてないんだけど、なんでこの人やたらと自信あんのかなって思うような人もいるよね。それもなんか自己肯定感が高いか低いかっていうのになんか近い部分ってあるかもね。自己公民館には行きたくて怖いですね、それはね。なんか出そうですね。もう間違いなく出ますね、それはね。廃墟かな、もしかしたらね。廃墟なのかもしれないですね。写真撮ったらなんかね、変なの写ってそうですね。最近そういう YouTube 見てんのよ、俺。廃墟シリーズとか。アムロ行きますは軍隊的な考えだと、戦闘機パイロットがコードネームを、言ってから、テイクオフって無線で言うので、しきたり、あ、しきたりなんだ、あれね。アムロ君じゃなくても行くんだね、そしたらね。カイさんが出るときは、じゃあカイ行きますって言ってんだね、きっとね。カイ主伝ね。ガンダム好きなんだよね、最近ね。なるほどね。いや、今日もたくさんの方、本当に、たくさん DM いただいたな、今日も。ありがとうございます。そしてなんといつの間にか210分の70人の方、ありがとうございます。本当にすごい、200人超えたなんて久しぶりだと思うよ。これ1周年記念やった以来じゃないかな。あの時何人来たっけ、311人ぐらい来てくれたのかな。あの時コラボしてましたからね。すごいですね、本当ね、皆さんのおかげですよ。でさ、さっきもあったんですけど、自分配信者のことは好きだけど、その中に、ね、ここにいる中に自分の嫌いな人がいたら、枠出ちゃうっていう人もいたんですよ、意見で。それ僕もなんか近いとこあるんですけど、そういうことするときあるんですけど、皆さんがこうコメントで浮上してくれてる皆さんがラジオトークの中でとても素敵な人たちだから、みんなこれだけいてくれてるんですよ。これ嫌われてる人がいたら多分みんないなくなるんですよ、これは多分。じゃあ皆さんの行いがいいんですよね、だからね。人数はえげつないね、ほんとね。かい、ちょっとジンさんと、ガネムさんしか分からん、そっちの方が分からんわ。そっちの方が分からんわ、ルナさん。あ、ミオさんお帰り。そう、なんかで盛り上がっちゃって、はい、久しぶりに3時間半ですね。まあ今日はこれでおしまいにしようかな。物足りない人はじゃあカラオケ配信行きますか。多分バリちゃんが開いてくれると思うんで。でね、指輪さんのおかげですよって一回言って。いやもうね、やっぱりね、今日これだけの人数、集まってくれたのは、いや、指輪さんが来てくれたからだと思いますよ。はい、本当ありがとうございます。もらいに行ってますね、指輪さん。自己肯定感上げに行ってますね。コメント止まる秘密、苦手な人だと。なるほどね。苦手な人いるとね。何をおねだりしてるんですか、指輪。こっそりちょっとだけ聞いてます。寂しい、寂しい。カラオケ行くかいしたら、秘密ちゃん。カラオケ行くかい。ゆうやさんのおかげで141人出ていっちゃったじゃないですか、ね。あ、ゆうやさん大好き、ありがとう。あ、おめでとう、ありがとう。いや、スコアもすごいね。いや、ありがとうございます。もうギフトもたくさんいただいちゃって、本当にありがとうございます。
おかげさまで換気扇のフードをきれいにできました。聞きながら洗ってた。よかったよかった。そういうね、作業するときはね、やっぱなんかちょっと音欲しいもんね、やっぱね。うん。けど無理はしてほしくない。大丈夫よ。無理はしないよ。一生操作成功。あ、いいさ、ゾウさん、ありがとう。あ、ルツさん、お久しぶりです。ありがとう、来てくれて。お休みありがとう。ねえ、ルツさん、元気でした？お久しぶりです。俺が配信しないから悪いんだけどね。いやー、今日もね、楽しかった。そしてもう、まあ、今回はテーマ、いや、実は、あ、バレちゃん。チキもいいけど、バリのために花作るよ。はい、覚えましたね。もうバッチリですね。あれ、さっき読んでたっけ俺、色々。あ、ごめんなさい。あ、こっそりちょっとだけ聞いてましたね。あ、ごめん、ごめん、ごめん。で、いや、リサもね、ほんとありがとうございます。あ、楽しい、ありがとう、ひみちゃん。いやー、すごかったね、今日ね。また来ます。ありがとう、ルスさん。ルスさん最近配信やってる？最近結構ね、ラジオトーク覗いてるんですけど、見つけれてないな、ルスさんのことな。あ、読み上げできる。あ、今日30人超えてるんだ。あ、超えてるね。あ、ありがとうございます、ミオさん。ちょっと早いですけど、じゃあ、ミオさんにちょっとお願いしてもいいですか？いいかな？招待押しときます。一回これを。音を止めたい。はい、どうもです。あー、みよさん、こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、わかりました。それでは本日のライブの応援に読み上げさせていただきます。みゆさん、なおまるさん、めぐみさん、みのみのさん、みゆみゆさん、いちじくさん、かろんすゆるさん、はるさん、ゆびおさん、ひみつちゃん、もみにさん、わるいぐまさん、チョリースさん、こまりちゃん、ばりちゃん、ひびきさん、あーちゃん、リリーさん、ちとさん、あーちゃん、るなさん、みお、ともさん、ダブさん、まほみょんさん、るつさん、けいかさん、ともさん、だーこさん、みーさん、えりさん、いまいみきさん、まろうブルーさん、とめこさん、アップルマミーちゃん、かいとさん、みえちょさん、いくらちゃん、すみやさん、たかんさん、くにおさん、にくまんぱんさん、あかいしっぽさん、トラポン、まーこさん、よしんさん、かしらさん、以上48名でございました。すごい。どうもどうも、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございました。すごいね。そして、皆さん、なんかたくさんギフトありがとう。なんかいっぱい来てる。ウェイも来てる。ありがとう。あ、ティーカップ。ティーカップって何これ。ありがとう。皆さん、ありがとうございます。かわいいね、これね、ティーカップね。これなんか集めたらなんかなんのかな。ね。いやー、嬉しいっすね。スコアもすごいっすね。8951ですね。ありがとうございます。皆さん、本当に。知らんけど、ありがとう。あ、お疲れ様、ありがとうございます。いやー、やっぱ久しぶりに会うと楽しいね、ほんとね。いや、こうやってなんかね、仲良くなってくれた人たちがこうやって来てくれるのは本当嬉しい。あ、みよさん、お疲れ様、ありがとう、ね、読み上げもありがとうございます。本当になんか嬉しいな、こういうつながりがね。 SNS 上のつながりってさ、そんなに深くなるもんじゃないって思ってたんですよ、僕自身。なんですけど、こうやってね、初期メンバーの方々もやっぱりたくさんいるし、途中からね、来てくれたり、ね、まあ、また戻ってきてね、また遊びに来てくれたりする方も本当にたくさんいて、はい、本当に感謝しかないです。本当ありがとうございます。なんか久しぶりに配信するようになって、週に1回とかね、配信してた時も、まあ正直ね、不安はあったんですよ。毎日配信からね、週に1回の配信だったら、まあ、人が集まんないんじゃないかなとか、そういうちょっと弱気になる気持ちっていうのも もちろん僕にもあったし、でもこうやってね、たまにやってもこれだけの方がやっぱり来てくれるっていうのが本当に僕の中では勇気にもなってて、はい、本当に心から感謝しております。ありがとうございます。はい、エンディングかけますか。あ、早かったエンディングかけるの早かったっすね。はい、まだいっぱいありますもんね。いや、本当に今日は皆さん、たくさんの方来ていただいてありがとうございます。応援ランキングはね、さっき読んだからね早かった
はい、まだ物足りない方いたら、もしかしたらこの後カラオケ配信をやるかもしれません。トピアで。はい。もしよかったら、遊びに来てください。はい。じゃあ改めてね、本当に、たくさんの方、コメントもね、DM も本当にたくさんね、いただいて、本当に感謝しております。はい。全然エンディングのタイミング外してますね。聞いてくれてありがとう。はい、それでは皆さん、また配信したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、いい夢見てください。おやすみなさい。またね。ありがとう。